はい、こんばんは。さて本日は読書居酒屋ということで、教徳の乱と太田道灌というね、なんやらちょっと難しそうな、ただね楽しいところなんで、こちらをねお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。乾杯。けー、ありがてー。まあ、読書居酒屋ね、私がいろんな本を読んで皆さんに、その項目について解説やらお話をしていくというそういうコーナーなんですが、まあ、ちょっと期間が結構空いてた時期があって、で2ヶ月前復活したんですけど、まあ、そんなね大きなトピックを扱わずに来たんで、まあ、実は今日からね本格的に再開って感じがしますね、なんとなく。でも教徳の乱ってね、あんま耳なじみがないと思うんですけど、戦国時代ってあるじゃないですか、日本の戦国時代。まあ、学校ではね、応仁の乱っていう、1467年、人の世むなしい応仁の乱、そっから日本が戦国時代に入ったというふうにね、教わるかと思うんですけど、それよりね、10年以上前に、関東地方ではもうすでに戦乱が始まっていたと。なんでまあ日本の戦国時代はもうこっから始まったと言っちゃってもいいんじゃないのかなぐらいのところですね。なんで戦国時代好きの方でも、そう、信長の野望とかね、ザ戦国時代みたいなのよりもちょっと前なんで、年代的には。とはいえやっぱね、最初を抑えておかないとということで、うん、しかもこの関東、皆さんね住んでる方も多いでしょうから、東京近辺、まあ、耳なじみのあるね地名も出てきたりとかしますんで、なんかまたねその辺を見る目が変わってくるんじゃないのかなと思います。最初で太田道灌というね、その、まあ、この教徳の乱の中でもまあ、かなり中心となってくる人物、武将がいるんですけど、太田道灌も、まあ、名前としては有名なんですけど、何した人かっていうのはね、そんなに知らない方が多いんじゃないですかね。ただ太田道灌めちゃめちゃ銅像立ってるんですよ、有楽町の国際フォーラム、東京国際フォーラムっていうおしゃれななんかね、有楽町駅出たらすぐのとこにあるんですけど、その中に、おしゃれ建物の中に太田道灌の銅像を建てたりするんですよ。まああとは日暮里駅前とかね、あと埼玉とか神奈川とかにもあります、銅像が。ちなみになんですけど、まあ先にねお見せしておくと、このね、これは川越市役所の、これ私が川越に行った時の写真なんですけど、川越市役所のね前にある太田道灌の像、江戸城建てた人。うん、で実際そんな、江戸城建てた人っつってもそんな何したんみたいな感じがするじゃないですか。ゆえにこの教徳の乱で頑張った人なんです、太田道灌というのは。あ、何持ってるのか、これ山吹の花を持ってるんですね、おそらく枝かな、山吹の枝を持ってると。後ほどお話します、その太田道灌が出てきますんで。なので、あ、なんでそうなのかと、教徳の乱で頑張った人なんだと。うん、一番活躍した人と言ってもいいでしょう。そして一番有名な武将ですね。なのでそこら辺をね解説していきます。で一応先に言っておきますと、人物がね大変でね、やはりあのマイナー、言ってしまえばマイナーな時代なんですよその一番やっぱ戦国時代でね、メジャーな織田信長、武田信玄とかね、上杉謙信の時代って、こっからまた100年後ぐらいの話になってくるんで、そういうゲームとかであんま扱われなかったりするんですよね、この辺って。
故に出てくる武将の名前が割とマイナーかつめちゃめちゃ多いかつ上杉が多いということで、で今回このね画面に出しているこのまあ右は年表なんですけども、左は人物で、その時のね、早雲の前です。まあ早雲もちょっとだけ最後に出てきますけど、早雲より前なんで、あのその時の室町幕府の将軍ね、これ例えば今ね足利尊氏がね征夷大将軍になった時には足利尊氏が将軍であると。でその時の鎌倉久保、まあ後の古賀久保ですね、と堀越久保、山内上杉家とその火災要は実際に政治を行うやつみたいな感じですね。山内上杉家の当主と、その側近、扇ヶ谷上杉家とその側近と、この上杉家がダブルでいますだから上杉してるんで、めちゃめちゃ上杉してるんで、かなり省きました登場する人物名、マイナー武将も多いので。でさらに名前もコロコロ変わるんで、出家したりとか元服したりすると名前変わるじゃないですか。もうあれももう有名な名前で全部統一してます。なんで正確に言うとこの時には名前違うんだけどということはもうもはや言いませんので、もう全部有名な名前。例えば太田道灌自身もあの死後の名前、改名なんですよね。太田道灌って出家した後の名前なんですよ。で本来名前はね、あの助長とかね言われてるんですけど、実際にはっきりしてないんで、あの当時の資料でもね、そのはっきりその名前がわからないという、そのぐらい資料が少ない時代なんで、もう太田道灌でね統一しましょう。全て統一していきます。でですね、まあ1450年頃からの話になるんですが、その前にね話は遡りまして、もっと前の鎌倉幕府の滅亡からですね話が始まります。まあ南北朝時代ですね、いわゆる南北朝時代の解説はねまた別の、この読書居酒屋の回でやってるので、再生リストからご覧いただけると思うんですが、1333年ね鎌倉幕府が滅亡しまして、でその時にその後醍醐天皇っていうのがね、まあ、京都で政治を行ったわけですよ。でその時まあみんな京都に集まっていたんですけど、で鎌倉どうするってなった時に、この足利尊氏の息子、足利尊氏っていうのは初代のね室町幕府の将軍ですけども、まあ、鎌倉幕府の滅亡にね、寄与した足利尊氏の息子をね鎌倉に置いていたんですよ。でその執事に上杉範明と河野諸冬と、この上杉範明は実は前回の北畠顕家の回でもちょろっと出てきてるんですけども、顕家に負けた側ですね。でその鎌倉がやっぱり中心だったわけじゃないですか、鎌倉幕府の頃って。いわゆる東国と言われる、ね、京都がまあ日本の中心だとしたら、その東側の国ですよね、関東っていうのは。で東国と言われていたんですけど、まあ、そこに東国武士と言われる武士団がねいっぱいいたんですが、その中心地が鎌倉だったと。で鎌倉幕府滅亡後もそこにね尊氏の息子がいたりしたわけですね。で足利尊氏が征夷大将軍になりまして、まあ、ここから室町幕府が始まりますよと。幕府の室町幕府の初代将軍が足利尊氏で、鎌倉にいた尊氏の息子義明が、まあ、京都が中心なんでね京都に行きます。で代わりにその義明の弟、まあ、尊氏の息子ですよね、次男ですよね、の元氏が鎌倉に向かって鎌倉府というものができます。つまり京都でね、足利尊氏や義明が政治を行っているので遠いじゃないですか、東の東国鎌倉は。なのでそこに次男を派遣して鎌倉府という新しいものを作って、まあ、そこでね代わりに政治をしてもらうと、まあ、支部、鎌倉支部、関東支部みたいなことですよね、まあ、これが鎌倉府の始まりで、
この鎌倉府っていうのは、まあ、足利一族が代々やっていくんですけども、まあ、その足利一族のことを鎌倉公方と言ってました。まあ、幕府のね、将軍のことを、まあ、公方様って呼ぶんですけど、こちら東のね、鎌倉にいらっしゃるまた公方様だと。うん。いうことで鎌倉公方と呼んでいました。ところがその後、官能の上乱っていうね、盛大な兄弟喧嘩が起きまして、このね、鎌倉に残っていた執事の上杉憲明は一回失脚するんですけども、まあ、その後高氏が死んで義明が後を継いだ後に上杉憲明が戻ってきて関東管領という職に就きます。これはこの鎌倉府のナンバー2ってことですね。鎌倉公方足利元氏の、まあ、ナンバー2として、まあ、いろいろ政治を行っていくと、まあ、そういう歴史があったということですね。ここまで大丈夫ですか？まあ、南北朝時代をね、履修済みの皆さんにはもう大丈夫ですよね。鎌倉府というものが鎌倉にできて、で、関東の武士たちは、この鎌倉公方が治めていて、でその鎌倉公方の部下、ナンバー2が関東管領で、上杉家がそれをやっていたと。そういうことなんですね。うん。気味なしみないかな。まあ一つ分かっておいてほしいのは、室町幕府は京都の室町にあるんですよ。だから室町幕府なんですけど、だから遠くのさ、鎌倉の武士たちをどう治めるかということで、今まで鎌倉幕府があった場所の跡地に鎌倉府というのを作って、で将軍の一族を送り込んで、関東支部のようなものを作ったと。つまり一番トップの社長は室町幕府の将軍で、その関東支部が鎌倉公方で、その支部の部下、部長みたいな感じが、関東支社の社長が鎌倉公方だとしたら、副社長、部長みたいなやつが関東管領と。そういうことですね。出張所です。そうそう、出張所。参勤交代は全く関係ないですね。関東管領上杉謙信って聞いたことあるね。そう、後にあの上杉謙信が関東管領になるんですけど、それはまた100年後ぐらいの話で、そのもともとね、この関東管領というのはこの南北朝時代から始まっていたんですね。で、まあ時代はもう足利尊氏の天下になり、まあ、義明で次義満の時期に南北朝が統一されて、まあ、時代区分的には室町時代ということになっていきますよね。で、まあ京都を中心にね、わーわーやっていくんですけども、こっちもね、まあ時間が経つにおける、まあまた元氏の一族でだんだんどんどんね、鎌倉公方というのは続いていくんですけど、鎌倉公方がね、遠くにいるじゃない。で、しかも自分も一族じゃないですか。足利家一族。俺、将軍なれんじゃねとかね。将軍なりてえなーとか、思っちゃうわけですよ。野心を抱いてしまうんですね。なんか嫉妬しちゃったりとかしてね。兄弟とかが、やっぱ、こう、将軍、京都でさ、一番上の社長やってるから、俺、副社長で関東にさせんかみたいな。なんでこんな田舎で、なんも思んないわ、つって。将軍なれんじゃねえ、ワンちゃんって。鎌倉の方が武士強そうだし、将軍倒したのかなみたいな。俺思っちゃうんですよ。もう歴史あるあるですけど。思っちゃうんですけど、まあね、まあ毎回失敗するんですね。鎌倉公方。で、鎌倉公方が、俺ちょっと独立したいわ。ちょっと将軍になろうかなっていうのを、そのそばの腹心の関東管領が、まあまあまあちょっとやめてくださいよって。無理っすよそんなのって。危ない危ない危ない。討伐されて終わりですって。関東管領がいさめる。まあ、補佐役兼お目付け役っていう側面もあって。で、そうなると幕府は、関東管領を助けるわけですよ。
あの関東管理がすいません、あの関東支部のあのなんか社長がなんか反乱を起こそうとしてますって。幕府側はなんだと、止めろ止めろっつってね、関東管理に指示すると。なのでその鎌倉久保と関東管理が仲悪くなっていくんですね。お前ちくりやがったなと。いやいや、でもほら関東管理あのこの鎌倉久保さんは思ってのことですよみたいな、おとなしくしときましょうよって。歴史の授業中です。親会社の社長にこいつなんか乗っ取ろうとしてますよっつって、なんだとやめさせろっつってね。つまり鎌倉久保と関東管理、まあ、社長と副社長みたいな、関東支部の関東支社の社長と副社長みたいなやつらが仲悪くなっていくと。ナンバーワンナンバーツーがね。で一回ね、あの六代将軍の足利義教というね、くじ引きで将軍になったというので有名な足利義教という将軍が、もう行ってもボコボコにしたろかいっつって、もうボコボコにします鎌倉久保ボコボコにして、もう鎌倉久保なんか潰したねっつって、めちゃめちゃにしてもうなくなるんじゃないかぐらいのレベルまで行くんですね。でそうするとその関東管理のね、上杉氏が力を持つわけですよ。もう邪魔な、なんか関東支社の社長いなくなったけどね、なんか本社からも好かれてるし関東管理で、上杉氏が、まあ、政治をね取り仕切るようになるという流れになってしまうんですね。ところがその足利義教も柿津の乱っていうね、赤松氏の反乱のようなもので殺されてしまって、ドタバタして室町将軍家もドタバタドタバタして、ちょっともう関東の方また気使ってる場合じゃないなと、もう一回鎌倉府をもう一回再興させようということでね、また鎌倉久保を擁立するという流れになります。そんな状況から始まります。いやー、この前段階がまずねちょっと難しいですよね。なんとなくね、そのなんか会社的な感じで例えちゃいましたけどでもそういうことですよ。本社とその支社のナンバー2がね結んで、支社のナンバー1が潰されるみたいな感じね。でそんな中ですね、ここから本格的なね今回の年表が始まります。で、まあ、ちょっとね、この長いやつはもう名前が下に行っちゃって見えづらいかもしれませんが、最初足利義政が八代将軍に就いたところから始めましょう。1449年、まあ、義政といったらあの有名なね銀閣、自称寺銀閣を作ったね、通称銀閣寺を作ったことで有名な足利義政、まあ応仁の乱の時の将軍としても有名ですね。いや、第八代将軍につきました。でこの時の将軍が足利義政で、鎌倉久保が足利重氏、重氏ですね。で堀越久保というのはまだ気にしないでください、まだ存在しません。でその時の上杉家なんですけど、それまで上杉家っていっぱいあったんですよ上杉家の中でも山の内上杉家で、扇ヶ谷津上杉家っていうね、今回2つだけ出てきます。それ以外にもいっぱいあったんですが、これ過去のごたごたで没落したりなんだりして、上杉家の中でも山の内に住んでいた山の内上杉家が代々関東管理をやっていくという、上杉家の中でもトップの山の内上杉家で、上杉家の中でもナンバー2が扇ヶ谷津っていう場所に住んでいた扇ヶ谷津上杉家、上杉家も2つあると。問題のっていっぱいあるんですけど、もう上杉だらけになっちゃうんで、2つだけ。2つだけ覚えて帰ってください。それ偉いのは山の内上杉家の方です。鎌倉久保重氏の次、ナンバー2が山の内上杉家。関東管理。
でさらにその親戚なんだけど、さらにその下が扇ヶ谷2上杉家、本家と分家、山之内家が本家だと思ってください。で分家が扇ヶ谷2上杉家、まあ、この時の山之内上杉家の当主が上杉憲忠で、火災、火災っていうのはね、そのナンバー2ですよね。うん、もう分かんなくなってくるよね。鎌倉公方のナンバー2である山之内上杉家の中のナンバー2がこの火災ですね。うん、家の宰相と書いてね、火災が長尾景中、これまた代々上杉家の火災は長尾家がやってると、そういうことです。長尾景中という人物ですね。で山之内上杉家の分家である扇ヶ谷2上杉家、扇ヶ谷2上杉家は上杉明房、実権は父の持友というのを持ってます。この扇ヶ谷2上杉家のナンバー2が太田道真、これはさっきちょっと名前が出た太田道灌のお父さんですね、ということになります。この左から順に偉いと思ってください。左から順に偉いです。色分けしてますけど、赤オレンジ黄色青緑の順で偉いと思っていただければ分かりやすいんじゃないでしょうか。で吉松が第8代将軍になるんですが、まあ、鎌倉府を復興させようということで、まあ、足利重氏がね鎌倉公方になりました。でもやっぱねバチバチなんですよ。バチバチです。もういきなりもういきなり戦いです。江ノ島合戦、江ノ島聞いたことありますよね、海水浴場で有名なあの江ノ島でね、争いが、戦争があったということで、いやーなんかね馴染みの地名もちょいちょい出てくるんじゃないですかね、関東の歴史ということで。まさにあの江ノ島ですよ、まさにあの江ノ島で。ちょっと待って、地図出すの忘れてましたね。地図を出しますが、ちょっと待ってくださいね。ほっ、これの、まあ、江ノ島ですね。どのぐらい映ってるだろう。こんなもんか。ここ江ノ島。いやー、まあ、当然ね、ただの島です当時は。当時はただの島ですが、まず足利重氏ね、鎌倉公方の重氏が上杉家を攻撃してくるぞというのを察知して、まあ、鎌倉から出てきて江ノ島に行ったところ、上杉勢が江ノ島に押し寄せてきたと。まあ、この時軍を率いていたのが山之内上杉家の火災の長尾景中と扇ヶ谷上杉家の火災の太田道真、まあ、お互いナンバー2がね、上杉家の両方の両ナンバー2が兵を率いて襲ってきたと。まあ、ところがね、これは鎌倉公方側がね勝ちまして、ですいませんでしたとなるわけですね。基本このね、なんとかの戦いの左に来た方が勝った方、右が負けた方でね、記載しております。重氏が勝ちまして、ですいませんでしたと上杉方はなるんですけども、ただね大した処罰は与えられず、まあね、長尾ね、太田をね処罰しろみたいな感じになるんですけど、まあ、重氏もそこまでの力がなくてね、なかなか罰せられなかった。でこれを皮切りに、こいつはマジやりたい放題だなと、重氏もイラついてるわけですね。もうなんとか上杉家の力をそぎたいというので、もうめちゃめちゃ思い切った行動に出ます。これ山之内上杉家ナンバー2ですよね、自分の部下のトップを、館を襲って、
殺害してしまうという。大きく出ましたね。しかもこのね、扇ヶ谷津上杉家の持ち友とかね、葛西の長尾景中がいないタイミングを狙って館を襲って殺害してしまいます。まあこの時ね、重氏、久保の重氏も相当イラついてたみたいで、慣例山内上杉家のね、同意がないと何も政治ができないと、不満すぎても殺しちゃうわけですね。まあ、これが京徳の乱の勃発であるというふうに言われています。まあ、ここからね二十数年続きます。でこれがちょうど応仁の乱の12年前ですか、13年前にあたるんで、ここから20年ずっと戦い続けるんで、20年以上か、もうなんならその後もまたすぐ戦いが起きるんで、もうずっと戦国時代、戦乱が恒常化するわけですね。もう日常的になってくる。っていうので関東はこのタイミングで戦国時代に突入したと言えるということで、まあ、全国がね戦国時代に突入したのはこの有名な応仁の乱からと、東軍と西軍に分かれてね戦った応仁の乱からと言われてますんで、それよりも早かったということなんですね。うん。で基本細かい戦い省いてますんで、基本ずっとどっかで戦ってると思ってください。細かい戦いに関してはめっちゃいっぱいあるんですけどね、関東中で戦ってるんで。ただもう中心のメインどころのみを今回ピックアップしてますんで、もう関東のどっかですでに戦いが起きてると。というのも、まあ、関東全域がこの鎌倉公方の足利重氏にね一応服従していたわけじゃないですか。それが鎌倉公方とそのナンバー2の関東管領が争うってなった時にどっちにつくかとなるわけですね。お前らどっちにつくんだと。ってなった時にやっぱ関東中がね巻き込まれてしまう。どっちにつくかを強いられてしまうと。それで、久保派か上杉派かで、関東全域で戦いが起こっていくということになります。というわけで上杉憲忠、山内家のね、当主を殺されちゃったわけですから、もうこれはもう全面戦争ですよね。うん。名のある人たちが戦い始めたっていうよりは、その前を考えてもらえると、そのなんかうわーって戦いあったらその後別にみたいな感じじゃないですか。そのもうどこの地域でも日常茶飯事で戦争してる、戦争が恒常化していく、うん、というのがここですね。例えば南北朝の時もさ、何々の戦いっていっぱいあったんですけど、散発的だったじゃないですか。ずっと戦い続けてるってことはなくて、もう恒常化してる、散発的じゃないってことですね。まあ、戦国時代の定義ってのは難しいと思いますけど、まあここではその戦争の恒常化、日常的になってしまったということですね。でまず起きたのが相模、神奈川県の島河原、まあ、今の平塚市あたりらしいんですが、で戦いが起きて、これもまた久保側が勝ちます。鎌倉久保側がね、足利重氏側が勝ちまして、さらに武蔵、武梅河原、現在の府中近くと、武梅河原ね、これは南北朝の時にも出てきましたけど、武梅河原は、鎌倉幕府が滅んだ時に新田義貞がね北からこう鎌倉を目指してる時に、鎌倉幕府側がここで迎撃して、武梅河原が起きたと。武梅河原の戦い、その時新田義貞が勝ったことで鎌倉幕府側がもう防戦一方になって、最後鎌倉に滅ぼされてしまったと、鎌倉に入られてね、という大きな戦場があったんですが、そこでね再びこの室町時代にも戦いが起きてると。でこれもまた久保側が勝ちまして、うん。で今度は扇ヶ谷津上杉の当主明房がね、討ち死にしてしまいます。でまた父の持ち友がね
あと引き継ぐわけですけども、まあ相当な激戦だったなということが分かりますね。その投手が打ち死にするレベルなんでね。今地味な駅だけどそういうところ多いと思いますけど、そう激戦がね2度も繰り広げられたという場所ですね。でこれで負けちゃったんで、まあ、上杉家はね北に向かうわけですね。まあ、今まで鎌倉近辺でね戦ってたわけですよ。まあ、最初は江ノ島から始まってね、まあ、鎌倉の館がまず襲われて、殺害されて、ちょっと北側で戦ってだんだん上杉家がね上に上に押し上げていくと。で上杉家の本拠地はこの神津家と言われた昔、今の群馬県とかね武蔵とかこの辺だったので、本拠地である北の方に、上杉家が逃げていく。でそれを追うように、足利重氏、鎌倉久保も北に向かいまして古賀に入ります。古賀ですね、古賀城跡。まあ今の茨城県のこの西の端っこですね、茨城と埼玉の県境とかね、その辺ですね古賀。まあ、ここまで北上します。鎌倉からだいぶ北に行きますよね。でここの古賀を今後本拠地にしたので古賀久保と呼ばれます。元は鎌倉久保ですよ。鎌倉久保が古賀に移動して今後ここを本拠地にしたので古賀久保と呼ばれるようになりました。いや三軒境のあたりですね。まあで もう鎌倉、今まではね鎌倉幕府以降この東国の中心地といえば鎌倉だっていう感じだったんですけど、もうその鎌倉ではね役に立たなくなってきたんですね。うん、こっからね北に遠征していくの大変だからということで、もう徹底的に戦う構えですよね。うん、もう最前線に自ら行ってもうここに住むっつってね、ここに、屋敷を建てたと。うん、古賀に入りました。で足利義政は今川氏、今川氏は割と有名ですよね。後の今川義元が一番有名ですけど、駿河、今の静岡県、あと前線、土前線です。土前線基地、あの駿河の、まあ、静岡県のね今川氏、こちらですね。今川氏は当時も強くて、今川氏に重氏を討伐するよう命じたんですね。で今川氏は鎌倉にドドドッと押し寄せたら、まあ、簡単にね鎌倉は取れちゃったと。鎌倉陥落します。まあ、当然ながらね幕府は上杉氏氏なんで今まで通り、ただもうその時重氏はもうとっくにね古賀に行っていたと。いうことですね。で殺された上杉憲忠の跡継ぎどうしようどうしようとなって、弟のね、山の内上杉房明が山の内家を継ぎます。関東管理になりますと。で今川軍が鎌倉を落としましたと。うん、まあ、帰れなくなっちゃったんですね。帰れなくなっちゃった。今がずっと強いね。あの南北朝時代の時から強いからね。で重氏は古賀久保、重氏ね古賀久保になりましたけど、違うんですよと幕府にずっとね何度も陳弁書、あの言い訳のね手紙を送るんですよ。違うんですよ、あくまで部下が老いたしたんで、部下をこらってやってるだけで、幕府と敵対するつもりないんですよってね、ずっと手紙をめっちゃ送るんですけど無視してますね。無視、帰れなくなっちゃって鎌倉に。まあ、元々ね帰るつもりはなかったんですけど、まあ、というのはやっぱ鎌倉この南すぎてね、
いや関東一円が戦場になったわけですよ今回。で毎回鎌倉から出兵していくと非常に、まあ、大変だということで、うん、最前線のね北関東で戦乱が、まあ、上杉が北関東に逃げたので最前線古賀城まで古賀まで行ったわけですね。そしたら鎌倉取られちゃったっていうね。じゃ幕府に敵対する気ないんで許してくださいよって、部下が悪いでしょうって部下が勝手なことするから戦ってるだけなのに、なんで部下の味方するんすか。ただこの辺からですね戦況が膠着化して睨み合いですね、北関東のこのラインで睨み合いになってしまって、まあどうやら長期化するんじゃないかというふうになりました。そしたらですね、まあ、足利義政将軍の、まあ、イボ系腹違いのお兄ちゃんに足利政友ってね、まあ、お坊さんだったんですけど還俗して足利政友として関東に派遣します。まああの古賀久保とか認めないと、うん、足利重雄じゃもうダメだ、もう俺のお兄ちゃんを送り込んでこいつを新しい鎌倉久保にしようと、ということで足利政友を派遣するんですね。で政友はこれ伊豆まで来て、まあ、箱根越えたら関東入るよってとこでいやー目立つここにねとどまっちゃいますまあ政氏からしたら重氏からしたら助かったなという感じなんですけど、ビビったのかなちょっと やっぱやだなーっつってね、こ伊豆でとどまっちゃ、ここは伊豆の堀越というところなんですがまあなんでやめたか諸説あるんですけど、一番なんでやめたんだろうって素直に考えて、一番はやっぱビビったんじゃねっていうしか、そのビビってるよねとしか思えないけどね。うん、途中でもうちょい行ったらここ鎌倉なんですけど、うん、ここ江ノ島か、この横が鎌倉だからね、箱根越えてここ入ったら鎌倉なんですけど、ちょっとここにしときますっつって、この伊豆の堀越えというところにねとどまります。故にこれを堀越久保と言います伊豆の堀越に住んでる久保様ということで、久保2人いるのよ、南北朝時代みたいだね。鎌倉久保2人いて、1人は北関東の古賀に行って、1人は鎌倉の手前の伊豆の堀越でとどまって、2人とも鎌倉にいないけど鎌倉久保2人いるっていうどういう状況ってなっちゃうね。一応幕府公認は堀越の方なんですよ。お前行ってこいっつってね、お前が新たな堀、ね、鎌倉久保だっつったら堀越で勝手に止まって堀越久保になっちゃって、政友ね、でもともと鎌倉久保だった重氏は古賀に入って部下と戦ってるっていう、で将軍は上杉の味方してるからもうこいつは認めねえって感じだしね、久保増えていくっていうねまあ一応理由はいろいろ考えられるんですけど、もう鎌倉がねもう取っても意味なくなっちゃってた。まあさっきね重氏が古賀に入って古賀久保になったっていうのもあるし、もう今まで鎌倉がね関東の中心都市だったんですけど、その機能を失っちゃったわけですね、このタイミングでね。でもなんか不思議じゃありませんでした、なんか鎌倉時代とかさめっちゃ鎌倉中心だったのに、後に徳川家康が関東に来た時なんで江戸になったんだろうみたいなね、鎌倉じゃないのかみたいな感じもしますけど、鎌倉はねちょっと関東の中ではちょっと不便な位置にあって、ちょっと南すぎるし、うん、まあ時代の流れというのもあるでしょうね。いや今まではバンバンって散発的な戦いしかなかったけど、ずっと戦わなきゃいけなくなって、うん、その各地で細かい戦いがいっぱい来るようになったから、今まではさもう大軍率いてドドドって感じだったじゃん。
南北朝時代とかさ、北脇顕家が東北からドドドって来て京都で戦ったみたいな。足利尊氏京都から九州に逃げて九州で戦って、九州で勝ったら次京都で戦ってみたいな。ドドドドドバーン、ドドドドドバーンだけど、グローバル化したってことですよね。戦争がもう細かいところも各地でバラバラにわーわーと戦うようになったと。その場合ちょっと鎌倉がね、もう中心を外れてしまったということですね。であと、まあビビったという表現をしてしまいましたが、まあね、幕府の命令で来た政友もね、別に上杉家とは初対面だし、そのね、まだなんか関係も良好じゃないし、なんかね、お前行ってこいって言われた手前行ったけどさ、別に知らんし知らないやつ、なんか仲良くないし、別に俺みたいな外物が来て大丈夫なんみたいな部分もあったのかもしれませんね。うん、一応なんかね、御旗とかもらってきてたんですけどね。まあそんなこともあって、重氏側からしたら助かったなと。あいつなんかそのね、久保が来るぞということで上杉方に寝返った連中も多かったんですよ。ところが全然あいつ来ねえからラッキーってことですね。でこの頃上杉家がどこにいたかっていうと、伊賀湖という場所がありまして、これですね、この50個と書いて伊賀湖と読みます。伊賀湖、ここに陣を作って、まあ、ここに立てこもったというわけですね。ここが古賀で、ここは伊賀湖、ここでまあ睨み合っていたと。うん、まあ、かなり近距離ですよね、伊賀湖。まあ伊賀湖に関しては今は特に何も残っていなくて、国道17号がバーンと貫いてるという、特に遺構とかは残ってません。あ、ちなみにね、先ほどの古賀久保の古賀城の方はちゃんと城跡が残っていて、古賀久保公園とかね、ここに古賀久保の屋敷があって、でこっち側に古賀城の跡もあると、櫓跡や車の跡があるということですね。ほとんど群馬です。その群馬がね、上杉家の、勢力圏だったわけですね。上杉家の勢力圏は本当に広いんですけど、まあ、関東から新潟まで、まあ、当時越後と呼ばれてましたが、新潟越後上杉家というのもありで、群馬、まあ、当時の神津家ですよね。神津家の国、まあ、今の埼玉、東京、武蔵の国、神奈川、相模の国、この辺りが勢力圏だったわけですね。そう、お城はやっぱね、地形残りますよね。まあ残ってないお城もあるけどね。ということでした。まあ、古賀城ね、古賀城の古賀歴史博物館っていうのがあって、そこでね、今年の10月7日から11月まで古賀久保足利氏っていう特別展やるんでね、お近くの方は行ってみてください。お近くの方はぜひ。ね、関東のこういう史跡はね、なかなか皆さん行きやすいんじゃないですか。で、堀越久保ができましたと。ようやくこのね、欄が埋まりましたけども、全部。で、ね、山内上杉家も不佐明になり、ということですね。で、睨み合っていた両者が、ついにぶつかったのが、羽根継原の戦い。羽根継原の戦い。これですね。この法宗寺っていうお寺の、この入り口のところにね、この羽根継原の戦いの供養塔が立ってるそうです。うん。ここは、まあ、館林市、群馬県ね。まあ、このまさに伊賀湖と、この重氏が言った古賀城のね、まあ、間、この辺り。これまた重氏が勝ちます。久保側がね。重氏と両上杉家。
でこれまた激戦だったようで、めちゃくちゃやられまして、この山内の房明の方は威嚇の陣へ戻り、で扇ヶ谷上杉家の持ち友は川越へ行くと。扇ヶ谷のね、本拠地がこっちのね南側、山内家が北側なんでね、川越へ向かったということですね。こちら川越、川越城、で上杉一族からも死者が出るぐらいの激戦だったというわけですね。でまたその後睨み合いになります。結局一進一退なんですよね。わーっと久保川が勝つんだけど、結局ね引き下がって両上杉が、でその後あまり攻められず、結局また睨み合いになると、一進一退ですね。まあ、この頃の勢力図を見ておくと、まあ神津家が山内上杉家で、南側ですね、相模武蔵あたりが扇ヶ谷上杉家で、扇ヶ谷上杉家の本拠地が、粕谷館というのがね相模にありまして、粕谷館、これですね。これなんか神奈川の産業能率大学湘南キャンパスの入り口に説明板があるらしいんですけど、ご存知の方はお近くの方いらっしゃいますかね。でこの産業能率大学の横に、この最近このその扇ヶ谷上杉家の館のその遺構が見つかって、これあのこれ見た時にすごっと思ったんだけど、バリバリね今発掘調査してましたね。今まあ Google マップで見た状態なんでわかんないですけど、これ、ゴリゴリの調査中みたいな感じでしたね。まあ、ゆえにね、まだまだこれからね、この上杉家の新たな発見があるかもしれませんが、はい。ね、開発中です。お近くの方はね行ってみてください。まあここが本拠地だったと。とあとは川越と江戸ですね。皆さんご存知の、まあ、先ほども出ましたこの川越、そして今皇居となっている江戸ということになりますね。でこの川越の川越城とこの東京の江戸城、これを建てたのがこの扇ヶ谷上杉家の火災の太田道真とその息子太田道灌と、そういうことになるわけです。ようやくつながってきましたね。江戸は湿地帯の関東ローム層の頃ですね。でその太田道真がね、扇ヶ谷上杉家の火災の道真が家督をこの道灌に譲るというところで、ようやく太田道灌の名前が出てきましたね。これなんで譲ったかというと、まあ、さっきの堀越久保ですね、伊豆に落ち着いちゃった堀越久保がちょっとこっちにね出てこようとするわけですね。ここが伊豆、ここは堀越か、堀越からちょっとこっちにねちょっかい出してくるようになると。ところがこのね相模、神奈川県は、まあ、扇ヶ谷上杉家の範囲なわけですよ、支配領域で。ここが俺久保だぞっつって、ここの領地を勝手にねこう許可したりとか、勝手に整理したりとか口出しし始めるわけですね。もう鎌倉久保として来てるから、一応なんか近場のねなんか領地をいじり出すと、島にねちょっかい出し始めるわけですね。ちょっと待ってくださいと、
で、大髭越上杉家からしても一応主君には当たるから上司ではあるから、え、ちょっと何やってんすかと、え、こううちの領地ですよと、え、でも俺お前の上司だしっていうので、ここでわちゃわちゃってなるんですね。だから連携が取れてない全然。でちょっとこっちのね堀越久保正智もちょっとなんか仕事しなきゃなみたいなのがあって、政治的に対立が起きてしまったと。でその時責任を取ってこの堀越久保の火災が自害したりとかいうのがあったんで、じゃあ痛み分けだからこっちのね堀越久保のナンバー2は自害したぞとそっちも何とかしたらどう、責任取ったらどうだということで、大井川越上杉家のナンバー2の同心が隠居します。でこの頃ね、その噂を聞いて義政がね、京都の将軍足利義政が、え、ちょっと何してんの、大丈夫っつって、え、何してんのってことになるんですけど、この大井川越上杉のね当主持ち友がなんか謀反を起こすんじゃねえかみたいな、この堀越久保にぶち切れて、何やってんだと、いくら上司だからって何やってんだみたいな、こっちも、あ、俺上司だろってなってるんで、謀反かみたいななるわけよ、こっちがね、こっちが謀反かっつって、で慌てて義政もね、長いことお世話になってる大井川越上杉家、この持ち友は結構前からねずっと長く大井川越上杉家当主なんで、やめろやめろやめろっつってね義政が取りなす形でね、うん、あの忠誠心ある持ち友が裏切るわけないよなって、でいろんなとこにね仲裁を命じて、まあ、和解できたと。うん、その代わり、まあ、堀越久保の、火災は自害して、大井川越上杉家の火災同心は隠居する。まあ、その結果、息子のね、太田道灌に家督を譲ることになりましたと。まあ、ただね、隠居したとはいえ、まあ、全然バリバリ現役だったんで、変わらず実権は握っていたようです。親父の同心の方がね。ただ、ね、一応家督は道灌に譲られました。この時、道灌一応、30歳ぐらい、まあ青年がねはっきりしてるわけじゃないんで推定ですけど30歳頃というふうに言われています。そんな中ね、長尾景中、まあ名前出てきませんでしたけど、山の内上杉家の火災、景中が死に息子の景信が後を継ぎました。うん、これちょっと覚えておいてくださいね、後で出てくるんで。でさらに山の内上杉房明も死にます。当主の方ね、もうなんか火災と当主がね一気に2人とも亡くなっちゃって、もうガラッとね新世代に切り替わるような感じですよね。でこれはふさきちょっと短いじゃないですか。こう若くして亡くなっちゃったんで、あの後継ぎがいなかったんですよね。なので、越後の、新潟の上杉家から、この秋貞を迎え入れます。養子としてね。迎え入れて、秋貞が後を継ぐことになりました。で上杉秋貞になりますと。まあ、新世代ですね。で、その頃、京都で応仁の乱、ようやくって感じですけど、なんかね関東もぐちゃぐちゃなっとるでっていう、なんか京都もずっとぐちゃぐちゃしてたんですけど京都はようやくそれが爆発したと。で応仁の乱ですね。まあ応仁の乱について語り出すとこれだけでね、あの4時間終わっちゃうんで深くは話しませんが、まあ、細川勝元と山名宗全という2人の有力者のもとに日本中がどっちにつくかで割れて、大きな戦乱になった、日本中を巻き込む戦乱になったということで、まあ、戦国時代の始まりというふうによく言われるのがこの応仁の乱ですね。人の読むなし1467年で覚えましたよね皆さんね。でこれ東軍の細川勝元の方がもともとね
こちら関東の上杉氏を支持していたんで、西軍の山名宗全っていうね、中国地方にめちゃめちゃ領地を持っている有力大名山名宗全が、その相手側に対抗するために、相手が上杉支持してんだったら俺は重氏支持するぜっつってね、重氏に和睦の仲介の申し出を言ってきます。これ都比和睦と読みます。都にひなびた和睦、まあ、都は都のことですよね。でひなびたの日は、まあ、田舎のことですよ。つまり幕府と、関東、この足利義政と重氏の仲介をしましょうと。これ重氏からしたらね、さっきも言ってましたけど、違うんですよ、僕将軍と戦ってないんですよ、部下が老いたしてるから、部下と戦ってるだけで、将軍と戦いたくないんですよ、なんとか和睦したいなーって言ってたところ、たまたまその応仁の乱でね、敵対関係、敵の敵は味方みたいな感じで、西軍側が和睦仲介しようかと言ってくるんですね。まあただそれは実りませんでした。まあそんな和睦、都比和睦、まあ都比っていうのは都と田舎っていうことで、まあなんだろう、日本中みたいな意味もあったりするんだけど、なんだろう、都市も田舎もみたいな感じだね。実りません、和睦できず。まあ義政はあれもう後に引けないのよ、もう代わりの公方を送り込んでるのに、堀越公方を送り込んでいるのに、あ、じゃあ分かったよ、認めるよっつったら、これどうするんってなるしね、お前が鎌倉公方だって言ってるこいつどうするんってなるし、ダブル公方を認めなきゃいけないし、でもどうすればいいのってなっちゃうからな。まあこれ、ね、幕府は上杉家側を支持して、もう重氏を早く倒してくれと、むしろいうことですよね。でこのタイミングで大井ヶ越上杉持友も亡くなり、孫の正実がね後を継ぎました。もうあれですよ、世代交代ですよ、長いこと戦ってるから、もうこの時点で京都倉は勃発して、もう13年やってますからね、13年戦い続けてるから、だんだん世代交代の時期になってくるっていうね、もう当主も死んで、ね、孫とかにあと受け継がなきゃいけないと。でこれと同じ頃にね、もう義政がもう逆にもう早く重氏倒さんかいっつってね、関東のいろんな武将に手紙を書いて、重氏を倒せと、あの手紙を出したところ、有力な武将たちが次々に上杉方に寝返って、だいぶ重氏がやばくなってですね、ついに古賀城が落ちてしまいます。重氏の本拠地古賀公方の古賀城が、古賀公方つってんのに古賀落とされるんかいっていうね話なんですけど、古賀城が落ちて千葉市を頼って千葉に行きます。これ元桜井って書いてますけど、これちょっとはっきりはしてなくてね、千葉へ行きました。まあこの落ち延びた先は諸説あるようで、千葉のねいろんな場所に、候補があるんですけど、この土橋城っていうのがあって、ここにですね、土橋城の住所が、まあ、千葉県香取郡多古町御所台、この御所台っていうのが重氏がここに屋敷を構えたから御所という、御所台という地名が残ってるっていう地元の伝説があるそうですね。実際どうかは分かりません、どこに重氏が行ったか分かりませんが、まあこの辺のねどっかだったのではないかと、言われていますが、ここという説もあると。実際ねこのちょっとした丘が残ってるだけで、土橋城っていうのは特に何かねあるわけではないんですけどね、攪乱していたのか、まあシンプルに資料が残ってないですよね。
戦国時代よりもちょっと100年前の話ではあるんでね、資料が少なめではあると特定できずってとこですね。でこんなね、こう千葉まで、この古河から千葉まで落ち延びたわけですよね。ところが千葉市のおかげで勢力を盛り返して、もうすぐ奪還します。早い。むしろもう千葉にね、久保重氏が来たから、もう千葉が盛り上がっちゃって、うわーっつってね、すぐ奪還してっていうことがあります。もうだからもう一進一退ですよね。終わるのかなこれ本当にっていうレベルですよね。勝っては負け、負けては勝ちっていうね。ちょっとお酒を作りますよ。久保が来たらね、盛り上がるよねそれね。そしてまた世代交代ですが、ここがね、こっからまたね大変なことになりますけども、山の内上杉家の火災の、長尾景信が死にまして、景信の弟の忠景が後を継ぎます。ここも世代交代ですね。長尾忠景になるんですけど、さらに扇ヶ谷津上杉正実ね、この間あれだよね、家督を継いだ、ここで家督を継いだばっかりのまだ若い上杉正実がなんと討ちに、もう盛り上がっちゃった重氏がもう勢いでね、イカッコの陣をね攻撃したんですね。上杉勢の本拠地イカッコの陣を攻撃して、なんと扇ヶ谷津の当主が討ち死にするという。で叔父の貞政、このねかつて当主だった持ち友の子供、叔父の貞政が後を継ぎます。いやすごい入れ替わりが激しいですね。ちなみにイカッコの陣が攻撃を受けたのが、これが最初で最後で、まあ、あの久保側からね、久保側から攻撃を受けたのはこれが最初で最後だったんで、上杉側がまあめちゃめちゃ動揺していたんだろうなというのがね、これで分かりますね。もう本拠地まで脅かされて、ね、扇ヶ谷津の当主まで死んでしまったと、そんな状況になります。でもね、決定打なしなんですね。そんな中ですね、今回の、まあ、ようやくと言いますか、人名いっぱい出てきたけど、なんか全然頭残んなかったなって思ってませんでした？やたらと人名出てくるけど全然頭残んねえよ。上杉長尾太田足利足利って、全然残んねえなと思ってた方、今日覚えてほしい人名はもう2人、1人はもちろん分かりますね、太田道館、もう1人がやっとここで出てきますね。道館もまだ出てきてないからね、家督継いだだけで。長尾景春という男ですね。長尾景春、もう諦めの悪い男、長尾景春として覚えてください。長尾景春は景信の息子、つまり忠景の甥っ子、分かりづらいよね。このね、景中の子供が景信忠景、兄弟ね、上杉謙信の先祖、それはね越後長尾家です。まあ家としては同じなんですけど、さっきからちょこっと出てきてる越後にも上杉氏いましたよって話の越後上杉家の火災が越後長尾家なんですけど、それが謙信の先祖ですね。で後に上杉家を継承して関東管領になるんですけど、それは100年後の話、まだその話はしません。もう上杉長尾になるから、もう謙信の名前も今日出したらもうややこしくなるで。できるだけ人名減らしてこれやからね。
長尾景春は影信の息子です。影中の息子が影信と忠景、つまりこれが兄と弟ね。つまり影信の弟が後を継いだわけですよ。それに対して影信の息子影春が何してくれてんだよと、わしはいってことですね。わしやろがいと言ったかどうかわかりませんが、おじきが、おじきが継ぐんかいと。弟が継承しちゃったから、影信の息子が腹を立てたという形、まあ、分かりやすく言うとね。ここまではいいでしょうかね。これね、まあ、何をしたかというと、このイカッコの陣の通路を封鎖して兵糧を運べなくして紛争が起きたという、邪魔しちゃったんですね。俺が家督継げないんだったら邪魔したろっつって、イカッコの陣の兵糧輸送とかを妨害したと。これはね、ただ影春自身がやったわけではなく、部下がやったと書いてあります。これね、難しいところが、この山の内上杉家の家裁という職業は世襲制ではないんですよ。世襲制ではなくて、その時の実力者がなるということなんで、何も問題ないんです。長尾忠景って、まあ、影信の弟で、まあ、長老みたいなやつだったわけですよ。その時間違いなく一番価格も高いし実力もあったのが忠景なんで、何も問題ないはずだったんですが、ところがどっこいですね、影春はこの影中影信ってこう親子で継承してるんですよね。影中から影信は親子だったと。この間20年ぐらいこの影中影信家で続いてきたわけよ。ってことは影信の部下たちは次影春に従うわけじゃん。でもここでね、無職みたいになっちゃうわけよね。今まで影信の下でできていた権利とか利益が全部こっちに行っちゃうから、おじさんの方に行っちゃうから、じゃあ今までできたの取り上げますってなるわけね。おじさんが持っていきますって。ちょっと待ってくれよと、20年俺たちこのやり方でやってきたのに、あんまりじゃないですかと、食っていけないじゃないですかと。そういうことで息子の影春にどうしますと、うん、俺ら食っていけないですよ、食失っちゃいましたよ、どうやって食っていけばいいんですかってなったら、影春はね、政治的に何とかして利益を得るしかないんですけど、それができなかったら実力行使という、そういうことなんですね。これは川山陽というよりは、まあ、たまたまここでね、親から声継承されてしまったがゆえの問題ではあったんですけど、いや軍門に下るというよりは、要はこの職業なわけよ、火災って。火災が持ってる権利はもうここの領地ですみたいな。で、今までそこの領地でね、食ってたのが急に、あ、そこの土地今から忠景さんのおじさんのやつです、出てってくださいっつって、ちょっつって、20年住んでた場所出て行かされたんですけど、どうしたらいいのっつって、影春が頑張ってなんとかなんか地位を職を得て部下にね給料払ってもらわなきゃ困るんですけど、でも無理だよ、忠景がおじさんがね、もう長老みたいな存在だったから無理だよ、若いし俺全然何も職仕事もらえねえよって。ということで部下がね、このイカッコの妨害をしだしたんじゃないかと、実力行使に走ったのではないかという説もあるし、理由は分かんないから諸説ありますよ。この山内上杉家の秋皿ね、これまだ年若く20歳で、これ越後の上杉家から来たと。
越後上杉行くから来た山内上杉飽きたら寂しいと、二十歳で若いし越後から来て新潟から来たから何も分かんないから、年長でね経験豊富で頼れるおじさん田中家を、まあ、選んだんじゃないかみたいな。でそれでなんか感情的な部分もあるのかもしれないという、まあ、理由はいろいろ考えられますが、まあ、とにかく長尾影春派が威嚇この陣で、まあ、兵糧輸送を妨害しだしたと、うん、いうことなんですね。これが起きたのは事実で、さっきねコメントでもあったけど、このねそう平坦をつくのは非常に賢いということで、この、 あの研究者によってはこのゲリラ的なことをして平坦を立ったり、そのね商人とかその輸送する人がいるわけじゃないですか、輸送係とか、そういうのを平気で襲ってる長尾影春派は割と考え方が先進的だったんじゃないかみたいな、そういう意見もありますね。でこれの仲裁に乗り出したのが太田道灌。これね、太田道灌と影春は実は仲良しなんですよ。影春のおばさんが道灌の嫁。ややこしいよね。影春からしたら義理のおじさんなんですよ、太田道灌は。おばさんが嫁いだ先だから。まあ、要は親戚ですよ。義理のおじさん。道灌としては、まあ、義理の甥っ子がね、なんか反乱めいたことをしようとしているぞと。どうしたもんかということで、でさっきね食に困ってたじゃない影春が。じゃあこうしようと折衷案を道灌が出してくれるわけよ。この長尾忠景ね、おじさん、今の火災が今火災プラス武蔵の国の守護代っていうね2つ兼任してると。でこれまで過去にその両方を兼任した人はいないので、田中家に武蔵の国の守護代をやめてもらってそれを譲ってもらってはどうですかという提案を出すんですね。通らなかったんですけど、でなんとか仲裁しようとしたわけですね。ここでようやく名前が出てきた太田道灌。先に太田道灌のね話をしておきましょうか。太田道灌ね、先ほどちょっと画像出ましたが、通るかそんな、開示も言っちゃいますよ、まあ、このタイミングでは41歳、太田道灌ね。この幼少期の記録はなくてですね、もうほぼほぼ不明なんですけど、ただ死後伝説化されまして、もうめちゃめちゃ有名な武将になってしまってね、いろんな伝説が江戸時代とかに生まれて、もう創作がめちゃくちゃ多いと。実際どうだったのかもうよくわからなくなってるんですけど、記録が少ないから。ただ太田道灌といえば何々っていうエピソードめっちゃいっぱいあるんだけど、ほぼ創作ということですね。ちなみに出生の地と言われる場所がありまして、このですね、三四庵砦という、このめちゃめちゃ奥地ね、埼玉のこの辺がね埼玉の中心地ですけど、この 川越をさらに通り越して秩父の方ですね、秩父の手前ぐらいの越後という町があるんですけど、諸山のさらに奥、越後という町があって、この越後はね太田道灌ゆかりの地としてすごい町おこしをしている町で、越後に太田道灌の銅像3つあるんですけど、そのねここにですね三四庵砦という、まあ、山の中にありまして、もうゴリゴリの山なんですけど、ここで生まれたというね伝説があります。出生の地のね伝説が Google マップで見てちょっと面白かったんだけど、この写真見れるじゃん、このさバリバリの看板あってね、これ太田道灌聖地、
ね、砦跡というねバリバリのバリバリの看板あって面白かったんですけど、まあほぼ登山みたいな山なんでね、山城というか砦跡なんで、興味ある人は行ってみてくださいね。ボッコボコの看板あるっていうねぐしゃーなってましたけど、今どうなってるかちょっと分かりませんけどね。で、まあ、そんなこんなで、まあ、出生の地の伝説もあるんですが、幼少期の記録はもうほぼほぼないと、不明であると。ただまあ幼き頃から和歌、漢詩、まあ、文学だよね、学問に優れていたと言われています。で、残されている伝説、これも創作なんですけど、子供の頃ね、子供の頃のエピソードで、父の同心から、お前調子に乗りすぎだと、賢いのはいいかもしれんが調子に乗りすぎてる、もっとね、あの原稿を慎めなさいと、謙虚になりなさいということで、障子はまっすぐだから役に立つけども、曲がっていては倒れて使えないでしょうっていう例え話をされたんですね。障子が曲がってたら確かにね、閉まらないから、倒れちゃって使えないよね。ということを例え話で出したら、その子供の同感がですね、いや屏風はまっすぐだったら倒れちゃいますけど、曲がってるから役に立ちますよねと言い返したという、くっそひねくれてるっていうくっそひねくれ坊主っていうね、まあ、このね、太田道館が、まあ、後に最後は暗殺されちゃう、ちょっとネタバレなんですけどね、後に暗殺されちゃうんですよ、太田道館って。そのなんか後の暗殺される悲劇用の伏線というか、ちょっと傲慢というか、一休さんみたいでしょ、ああ言えばこういう、ちょっとよくわからない。障子はさ、まっすぐだからシャーシャーって使えるじゃん、曲がったら使えないでしょって言われたら、いやいや屏風は曲がってるから使えてますよ、あの屏風ってパタパタパタって、あのついたてみたいに使うやつね、屏風あれパタパタパタって曲がってるから立つからついたてみたいに使えるんであって、まっすぐだったら倒れちゃいますよねって言い返すっていう、ああ言えばこういうひねくれボーイです。あ、もう一個、同心がね、いやお前そんな調子に乗るなよと、おごるものは久しからずと書いて、ね、書に書いてね、読み聞かせたと、ね、調子に乗ってるものは長続きしないよっていうね、平家物語にも出てきますよね、おごれるものは久しからずってね、って書いてみしたら、道館はそれにね、ふっていうね、2文字を書き加えて、おごらざる者もまた久しからずって反論して、こらっつって殴られようとしたけど逃げたっていうね、クソ坊主エピソード、ね、おごってないものもまた長続きしないよねっていう、もうああ言えばこういうですね完全に調子に乗ったものは長続きしない、おごれるものは久しからずって言ったら、いやいや、おごらざる者も久しからず、別に長続きしませんよね、こらっつって逃げるっていうクソガキみたいなエピソードが残ってるっていうね、これ後の伏線になるんでね、ちょっと傲慢なね、ガキなん、言い返してくるガキなんだなということを覚えておいてください。まあでもこれは後に作られた話なんで、その道館が後に暗殺されることになって、その結果多分子供の頃こんなんだったんだろうなっていう後付けエピソードですからね。で、道館といえば、まあ、江戸城の築城と、先ほどコメントもありましたが、そう、あの江戸城を建てたってわけですね。伝説だとね、太田道館が建てた、築城したということなんですけど、まあ、親父の道心はじめ、他にもね、扇ヶ谷津上杉家の家臣皆が協力して建てたというふうに今は言われています。ただ、江戸城に、在城して、江戸城を拠点に使っていたのは太田道館ということですね。で、江戸城を建てた理由としてはですね、まあ、この、まあ、昔とはまた地形が違いますけども、東京、江戸城ですね、ここ、今は皇居ですが、まあ、ここはね、東に向かうと先ほどの千葉市がいるわけですよ。まあ、重氏、古賀久保の重氏が頼ってきて、落ちてきたくらいですから、
忘れちゃいけないのが、古賀久保と上杉氏は戦ってるんで敵なんですよね、千葉氏は。なのでこの東への備えとしてね、東への備えプラス東に攻め込む時の橋頭保としてこの江戸城を築いたと、そういうふうに言われています。で、江戸城、もともとはね、有力な黒人江戸氏っていうのがいたみたいなんですけど、この教徳の乱が始まる前に滅亡しちゃって、まあ、扇ヶ谷つ上杉家の、領地になっていて、まあ、そこに江戸城を築いて太田道灌が入ったという形になりますね。ただ、まあ、残念ながらと言いますか、まあ、今のこの江戸城ね、皆さんご存知の通り、まあ、徳川時代に建てられたもの、徳川家康時代にね建てられ、まあ、めちゃめちゃでかいんですよ。ばっかでかいんですよね。で、道灌時代の遺構とかはもう残ってない。で、絵画とかも残ってないんですよ。なので、道灌時代のその江戸城がどんな城だったのかっていうのね、わからないんですけど、唯一文章でね、当時の江戸城の様子が描かれてる、それを参考にですね、どのぐらいの江戸城だったのかっていうのを考えると、この江戸城本丸跡ってありますよね。これ当然ね、徳川時代の江戸城の本丸なんですけど、本丸ってこの丸なんですよね。この車、この車のことを本丸って言うんですけど、ここにあったと言われています、今の江戸城の本丸跡で。本丸と2つの車の三重構造だったと。で、その三重構造を、いや、この中に丸が3つあったとかを考えてください。丸が3つあって、その丸3つを全部潰して家康が本丸にしたという文書が残ってるみたいですね。で、当時の道灌時代の江戸城は、まあ、この3つの車がこの本丸跡ぐらいあって、高さ30メートルぐらいで崖の上にあって、周囲は水堀を張り巡らしていたと、いうことらしいので、まあ、サイズとしては本当にね、まあ、このぐらいだったんだろうな、プラス周りのね堀とか防衛施設があったんでしょうということです。まあ、だからもう今の江戸城がでかすぎてもなんかわけわかんないよね。でかすぎてちょっと意味がわからないけども、まあ、この辺ぐらいだったのかなということですね。まあ、あくまでも想像です。水堀も残ってるのかどうかわかりません。おそらく残ってないと思われる。その家康時代にめちゃめちゃ改造されてるので、ほぼ原型はないと思ってください。場所がもうほぼここだったということですね。ここだったと。で、なぜこの江戸の地なのか。まあ、周囲に隅田川、ね、たくさんの川があって、で、当時は江戸港と呼ばれた港があってね、さらに鎌倉から続く街道の合流地点だったということで、まあ、交通の要所だったと。で、この太田道灌の時代からもうこのね、江戸の港を使って商船が集まって、割と城下町もね発展していたようです。まあ、あのこのね、後の江戸ほどではないと思いますけども、当時のね関東の中ではということですよ。で、さらに道灌もね、まあ、学問に通じていたんで、江戸城にね、歌人、文化人を招いて、まあ、レンガ会とか催したりとかね、文学、学問を学んだりしていたと。まあ、そういった話が、尾ひれがついて、いろんなね、話になっていくというわけですね。家康が当然魔改造してますよ。ゴリゴリにね、金星城郭に変わってますから。当時の城ってのはやっぱね、館とかね、そういう感じの規模感なんでね。で、太田道灌といえば一番に出てくるのが山吹の里という伝説らしいんですよ。私あんま知らなかったんだけど、山吹の里伝説というのが太田道灌といえばというエピソードらしいんですね。この先ほどの太田道灌の像なんですけど、だいたい鷹狩りの姿してます。この鷹狩りの姿なんですけど、この鷹狩りの姿してるのはその山吹の里の伝説によるということですね。あの東京国際フォーラムにある太田道灌像も鷹狩りの姿してます。
その山吹の里伝説というのは、太田道灌が鷹狩りをしている時に、にわか雨が降ってきたと。雨がバー降ってきて、美濃を借りようと。今でいうカッパですよね。うん、美濃でできたあの、あれを借りようと。雨よけをね、するために借りようと思って農家に行ったと。すると一人の少女が出てきて、何も言わずに山吹の枝、まあ今手に持ってますよね。うん、山吹の枝を一つ渡してきた。で、道灌はそれが意味がわからなかったと。美濃借りようと来たら枝来たっつってね。お、なんじゃこいつと。失礼なやつだと思って家というか城に帰ってね、家臣に尋ねてみたと。すると、ははそれはあの歌のことですなと。御周囲和歌集の金明親王の歌があるんですが、ここにね、載しております。御周囲和歌集金明親王の歌に、七重八重かな。花は咲けども山吹の実の一つだに泣きぞ悲しき。うん。この故事になぞらえて、山吹の枝を出すことにより実の一つない。実の借りに来たけど実の一つない。つまり実のがないことを伝えていたんじゃないんですかと。山吹の枝を渡してきたことによって、これを聞いた太田道灌はなるほどなと、勉強不足じゃったわいということで、和歌の道に精進することになったという伝説ですね。うん、部下すご。それは、御周囲和歌集のあれですな、と言った部下すご。少女もすご。御周囲和歌集知ってる農村の少女すご。まあまあ、あくまでも伝説ですからね。うん、逆に知らない道灌なんなん。後付けが後付けだよ。これ18世紀にできた、1700年代にできたやつですね。300年後です。2、300年後にできた、江戸時代にできた伝説。うん、ゴリゴリの後付けだよ。だから、うん、ただその伝説が流行ったのよ、江戸時代。いいエピソードって、よくできてるって。つまりこれはもうその五感だよね。だからそんな少女もいないし、太田道灌も美濃を探してないんだけど、この山吹の枝を出してきて、実の一つだに泣きぞ悲しきとかけて、実の一つないっていう、そのメッセージを伝えるの絵もめっちゃええやんで流行ったので、太田道灌のめっちゃ有名なエピソードになったんだけど、道灌関係ある？関係あるのよ。道灌とこれの掛け合わせが良かったわけでしょ。うん、なので、まあ、あくまでも伝説ですから。ね、後のね、江戸時代にできて、それめっちゃええやんつって流行ったやつなんで、当然それはゴリゴリのゴリの後付けですよ。ゴリゴリのゴリの後付けです。それによってでも、太田道灌が、まあ、その、みんなのね、江戸の民の記憶に残り、こうしてね、愛される存在になったってわけですよ。ねえ、山吹の里伝説。道灌の無知が、でも後にすごい勉強して、すごい文化人になってるから大丈夫だよ。後がすごいから。ちなみにね、川越城も同じく江戸城と同じタイミングでね、作られまして、そっちにはね、扇ヶ谷家の当主と親父の同心が入ったんですけど、これね、川越城のすぐ近くにある川越市役所のこのね、変な建物。プリズンブレイクでもされたんかぐらいの厳重窓付き川越市役所の、これ何なんだろう、マジで。川越市役所の窓厳重すぎ問題。これ市役所ですよ、皆さん。謎の厳重窓がある川越市役所の前にあって、で、この向かいの台風対策かな。でも埼玉よ。埼玉でそんなことある？いや、その九州とか沖縄とかはさ、台風対策わかるけど、
耐震かな、古い建物だからこう支えが入れてんのかな、すごいガンダムのかかとみたいな感じじゃないこれ。すごいね、このパイプガンダムのガンプラのかかとでしか見たことないこれ。すごいよね。川越城の大手門がここにあったというわけですね。でこれはね、川越城の、すごい中野門堀、ね、空堀なんですけど、これは後の時代に作られたもので、まあ、後の江戸時代に入っても重要視されていたということがわかりますね。川越城と中野門堀と。でこれが川越城の、本丸跡、まあ、これはでも江戸時代に建てられた川越城の本丸跡ということで、まあ、当時の川越城はこれよりちっちゃかったのかなという感じですね。まあ、ついででした。ついでのお話でした。まあ、そんな太田道館ですよ。そんな太田道館が、仲裁に乗り出したんですね。長尾景春がちょいちょいなんかやりだしたから、通路封鎖とかやって兵糧を運ぶの邪魔したりしだしたから、道館がまあまあちょっとやめときましょうよっつってね、仲裁乗り出したところ、これをね、山の内上杉の当主秋貞が何をしてるんだとお前はとイラッときたわけですね、太田道館に。そんな反乱とか起きないよ。もううちの家の話だし、なんなら山の内家の話に、何をお前その分家の家裁が何を言ってきてるんだと。でちょっとね、ここバチバチっとするわけですね、ここが。いやうちはもう忠景で行くって言ってるし、その影春がなんか不服だっつってても、うちの問題なんだから何を口出ししてるんだと、バチバチっとなったんで、やべっつってね、ちょっと仲良くしましょうよっつってね、起承門を交わします。山の内家と扇ヶ谷家でね、我々一緒にやってきたじゃないですか。起承門交わして別に何もないっすよね、俺たち仲良く戦ってきたじゃないですか、一緒に起承門交わすんですけど、でも影春はマジであいつやばいんで、本当に威嚇この陣から出した方がいいっすよって言うんだけど、いやもういいってっつって無視されますね。つまり上杉秋貞や長尾忠景は、まあ、影春についてそんなにね、危険視していなかった。道館は、いやあいつだいぶやべえけどな、なんか起きると思うんだけどなっつってね、何度かその和解してくださいよって言うんだけど、うるさいっつってね言われてしまう。でそんな中、太田道館もう直接イカッコに行ってね、両上杉がいるイカッコの陣に参陣するんですけど、参陣しようとしたところで、なんとその長尾景春が止めてくるんですね。ちょっと待って、道館行かないでと。なんと影春は、もう俺主君の秋貞殺そうと思ってんだよねってで言って止めてくるわけですね。もう俺は反乱を起こすぞと。でなんなら道館も仲間になってくれないかと。親戚だからね、道館は義理の叔父と甥の仲じゃないか、仲間になってくれるんじゃないのかなみたいな、野心ですよ。だから道館は、ね、裏切る気なんてないわけですから、もう無視して威嚇に参陣して報告するわけですね。やっぱあいつ謀反しますよと。この秋貞と長尾忠景に言うわけですよ。でそんなわけないじゃんっつってね全然聞いてくんないの、秋貞と忠景が。いやお前それないって。うちの甥っ子が謀反ないって、お前心配しすぎだって。でもずーっとお前
うちの家の問題ずっと口出すなよ。ないからそんなの。全然太田道館の言うこと取り合ってくれないと。で道館もね、親父の道心に言うわけですよ。道心はね、それなりに信頼があるから。道心から親父から言ってくれよと。うん。そしたら秋貞は、もうそこまで言うんだったらお前長尾影春と親戚付き合いやめるんだったら和解してやるよって言うんですね。ちょっとね、なんでって思いますけど、道館と長尾影春はね、親戚同士なわけですよ。義理のね、叔父と甥の間に当たると。その親戚付き合い今後しねえんだったら、影春と和解するよって言ってくるんですね。もうなんかみんなイライラしてそう。なんか多分だけどみんなイライラしてる。私が思うにね、全員イライラしてて、もうこれっつって、もう分かりましたよ、じゃあ分かった、長尾影春ともういいよ、親戚の縁切りますよ。じゃあどうかもただじゃ下がんないから、もし和解が成り立たなかったら影春を討伐した方がいいって言うんですね、道館はね。道館は多分影春の方が好きなんだろうけど、親戚だし影春の方が好きなんだろうけど、主君のね、主のことを思って影春はやばいから和解できなかったらすぐ討伐した方がいいよ。もうなんかね、イカッコの陣の周りでなんか兵糧を襲ったりしてるしやべえからって言ったら、忠景が、そんなわけないだろっつってね。で、道館の親父の同心も、そんなわけないだろバカたれバコーンっつってね。怒られるっていう。何なんですか。僕は、皆さんのね、上杉家のことを思って言ってるのに、なんでそんな否定するんですか。で、やっぱ、秋貞とか、忠景からしたら、影春がそんなことするわけないだろ。同心も怒ってくる。お前、主になんてこと言うんだってことになるんですね。でも、やれやれですよね。でも、多分だけど、道館はこの時も、影春よりも忠景のこと嫌いになってるんだろうね。もう一層忠景に一回火災やめてもらって一回影原に譲りませんっつってで親父に言うんだけど、もうそんなことできるわけないだろうっつってね。もう何言ってもダメっていうね。言えば言うほど道館嫌われるっていう、これ道館は気づいてるからあれなんだけど、周りからしたらさ、そのうちの親戚が犯罪者だって言われてるように聞こえてるんだろうね多分。うちの甥っ子が反乱を企ててる、バカ言うんじゃないよと。確かになんか陣の周りで一応なんかわちゃわちゃしてるけど、あれ部下が抑えられないだけなんだろ。影春はそんなことしないよって、それをお前犯罪者呼ばわりするなよみたいな、多分そういう感じなんだよね。でどうかね、違う、絶対あいつやるって、秋貞殺すって言ってたし、あいつ絶対やるってって、そう、大ごとにせずに、もう説得でなんとか終わらせようとしてたのがこっちだね。道館は早くもうぶっ倒すなり、ね、火災を譲って融和するなりした方がいいって言ってたんですね。ただもう一切取り合ってもらえず。そんな中ね、道館は、今川家がね、内紛が起きます。これ内向と読みますが、駿河に行くことになってしまいますね。これ今川家の後継ぎ争いがこのタイミングで起きまして、で、扇ヶ悦上杉家、まあ道館がいる方のね、上杉家が、の親戚がね、その片側にいると。今川家の本筋とね、扇ヶ悦上杉家の親戚がいるから、その親戚のね、支援のために、道館は駿河に向かいます。で、そんな中ね、
道館もいなくなっちまったし、影春が動くんだね。威嚇を出て八形城に入ります。八形城はね、いいお城なんでね、いずれ行ってみたいんですけど、ここは威嚇庫、ここが八形城。威嚇庫の陣にいたんですけど、このね、このまあ言うなれば後ろ側ですよね、背後に当たる、こっち側がね久保側なんで、この威嚇庫の陣のちょっとやや背後に当たる八形城に入ると。八形城はこの後、まあ、関東はね、北条氏が、ご北条氏が接見するわけですけど、また八形城も重要視された城でね、宇治国桜なんて残ってますが、北条宇治国が城主だったと。っていうので、結構いろいろね、ちゃんと残ってるお城ですね。まあ、そこに入ったというわけですね。で、これはまあ、影春が、もう失脚したんだなと、いうふうにこの2人は見なしたようですね。ああ、あいつも諦めたんだなーつって、もう威嚇庫から出ていくんだねぐらいに思ってたと。で、影春としてはね、太田道館がすごい仲裁しようとしてくれたけど、もう道館いなくなっちゃったし、駿河まで行っちゃったから、もうどうしようもねえなっつって八形城に行ったのかもしれません。でも影春いなくなったから、ちょっとあれだよな、取られた領地とか取り戻そうぜみたいな感じで影春派をね排除し始めるんですよね、この二人で。その後、その間道館はいなかったわけです、駿河にいてね。で、8ヶ月後ぐらいに帰ってきます。頑張りましたね。で、駿河の件も無事終わって帰ってきたら、忠景からね、全然連絡ないわけ、その8ヶ月間何も連絡なくて、いつの間にかなんか影春が八形城に移っちゃってて、なんなんて、何も俺に教えてくんないじゃんつって、へそ曲げて江戸城に引きこもります。あ、お前あれだよな、道館、今川家の終わったら一回威嚇庫に来なさいって言われるんだけど、あ、すいません、ちょっと戻ってきたばっかなんで、一回ね、体制立て直さなきゃいけないんで、一回江戸城入りますわっつって、江戸城入って引きこもる。ね、そんな状況でついに起きてしまうのが長尾影春の乱っていうね、これね、ちょっと入れ子構造なんですけど、もちろんまだ京徳の乱は続いてますからね。なんか全然足利重氏の名前出てこないから、もう忘れちゃうからって感じですけど、古学坊足利重氏と上杉家の戦いはずっと続いてる状況ですよ。各地でずっと続いてる中、この上杉家の中で反乱が起こると、入れ子構造ですね。で、重氏と上杉家戦ってる中の上杉家で反乱、それが長尾影春の乱で、八形城を出て威嚇庫の陣を襲って撃破します。で、この時、この八形城から威嚇庫の陣を襲ってですね、わーっと敗れた上杉家は、まあ、2人ともね、当主2人はこっちに逃げるわけですね、北に、まあ、こっちがね、あの山内上杉家の本拠なんで、神津家、群馬の方に逃げると。で、この時唯一この威嚇庫にいなかったのが、へそを曲げて江戸城に引きこもってた太田道館のみだったと。こっからね、太田道館の超チャンスタイムが始まるんですね。みんな威嚇庫にいたから、親父の道心もね、威嚇庫にいたわけですよ。で、それが影春が反乱を起こしたことで全員ボンと北に行っちゃって、こっちにいるのが道館しかいなくなったと。へそ曲げた結果、たまたまこの内側に残ったのが道館だけだったんですね。で、まず道館は長尾影春に書状を送って、ちょっと申し訳ないけども、
うちの主人と父がいるから、さだまさと道館が、さだまさと道心がね、いかっこにいたから追撃しないでくれって影春に頼んだら、いいよって影春は追撃せずに、まあ、別に道心とかね、両上杉の当主とかはみんな光月に逃れられたと。でその時影春もね、ちょっと道館さんにアドバイスをもらいたいんですよと、なんなら仲間になってほしいんですけどって言うと、まあ、道館はもちろんね、主君に仕えてると、影春にはつかないと。でもし影春が、ね、他国に出てね、主に許しを請うんだったら、もう全力で俺も一緒に謝って全力で命助けてあげるよと。もしくはもう寺に引きこもって、なんなら出家して許しを請うんだったら、俺も全然めちゃめちゃ協力するよって言うんだけども、もちろん影春はそれを拒否するということなんですね。まあ影春と道館結構仲良かったんでしょうね、多分ね。なんとかね、どうかも影春を助けたかったのか、そう言うんですけども、まあ、当然そんなね、もう反乱しといてそんな許し子なんてできませんからね。でもどうかはまだ諦めじゃなくて、これ山の内上杉秋貞になんとか和解できませんかと提案するんだけど、これも秋貞側も拒否すると。あいつよくもいい格好落としてくれたなと。いやいや、どうかんからしたら、いや俺のアドバイス無視したからですやん、なんだけどね。いや、言ってましたやん。反乱を起こすから早めに手打ちましょうって言ってましたやん。っていう気持ちしかなかったと思うんだけどね。散々言いましたやんって。全然聞いてくれなかったのに。で、ダメ元でね、和解できませんかって言うのダメだと。で、この時、ね、上杉家の本拠地である伊賀っ子が落とされてるんで、影春すげえじゃんと、勢いあるねーということで、上杉家も二分するほどのね、かなりの勢力になります。長尾影春各地で寝返りますね、上杉派が。まあ、この時の太田道館がどうするか、ね、長尾影春はここ伊賀っ子と八方城にいると。で、道館は江戸城にいたわけですが、長尾影春に味方する勢力がこっちのね、内側でも放棄するわけですね。まずこの江戸に近い、皆さんも聞き覚えあるんじゃないですか、練馬練馬城。これ今ゴリゴリのハリーポッターになってる、これ練馬城って城があって、その城の跡地が豊島園だったんですけど、その豊島園がなくなって今ハリーポッターになってるんですけど、その練馬城ですと石神井城、これ今石神井公園という大きい公園になってて、石神井公園という駅もありますよね。うん、練馬区にあるのに豊島園。この石神井城と練馬城を持っていたのが豊島市という、まさに豊島園の豊島なんですけど、豊島市という有力な氏族がいたんですね。豊島市、豊島兄弟というのがいて、今あの豊島園がなくなってハリーポッターになってますんで、ホグワーツになってますんで、この豊島兄弟が放棄したことにより、この今までね、この江戸と川越城のホットラインがあったわけじゃないですか。これをちょうど分断する形になったわけですね。まあ戦略としては素晴らしいですよね。うん。これをまず落とさなきゃいけないと。で、さらに主君の扇ヶ谷津上杉氏の拠点である、この相模、神奈川県ね。相模の本拠地、粕谷の周辺でも、寝返りが起きたと。なので、まあ、まずはこの伊賀っ子のね、陣に影春の本体を倒しに行くのではなく、まずは足元を固めようというわけですね。道館の方針としては、まずこの江戸と川越のラインを元通り戻し、ね、こいつらを落として、さらにこの足元、お膝元である相模、神奈川県を平定しようということになりました。
石神井公園きしみどろのきしみどろの伝説が残ってるのでちょっと後で話しましょう。ここで起きた戦いがあります。で一応この頃ね、道館は、まあ、この火災なわけじゃないですか。扇ヶ津上杉家の火災ナンバー2で主いない今、一応ねトップなわけですよ。とはいえ家臣は家臣でしかないので、この時周りのね上杉家のこの残った勢力がね道館の指示のもとに入ったわけですよ。とはいえね、主人は今群馬県の神津家に逃げてるんで、そんな中そのね主の承認がありながらも道館がここでね指揮を取ることになった、総指揮を取ることになったというのが、まあ、後のね道館の政治的な指導性につながっていく。道館のち結構やりたい放題やるんですよこの時にじゃあ火災である私が指揮を取りますと、で主人がよしと言ったんで周りの連中もね、みんなそれに従うことになった。それによって道館の発言力が強まったということですね。雰囲気いいとこって聞いたから引っ越しはここ先だったのに、あ、わかった、ちみどろって言ったけどごめん間違えた、めっちゃファンタジー聞いてちょっと驚く。先に言うか、石神井城のファンタジー列伝。石神井城あとですけど、まあ石神井公園ですわ。石神井川っていうのが流れてて、あ、ちなみにこの石神井っていう名前ね、三石神井様の石神井と同じだからね、石神ね。それは置いといて、石神井公園って今中に池があったりとかしてすごく穏やかで広いめっちゃでかい公園なんですけど、この石神井池っていうのがありますよね。ここにね三宝寺池っていうのがあるんですよ、この池で。後に、まあ、これから話す内容だったんですけど、石神井城が太田道家に攻め落とされるんですよね。攻め落とされた時に、その豊島市の当主が黄金の鞍をつけた馬に乗ってこの池にザブーンと受水して消えたと。でその娘もお父様の後を追ってこの池に身を投げたっていうので、この公園にあの殿塚と姫塚っていう2つの塚が残ってるんですよ。これ姫塚あるね。厳島神社はだいたい水辺にあるからね、ちっちゃいやつ分社ね。でこの池2品黄金の鞍をつけた馬に乗った当主が飛び込み、その後娘が後を追って受水したという伝説があります。ファンタジーでしょすっごいファンタジーだよね。黄金の鞍に乗ったんだよ。だってなんで黄金なんだろうねすごいファンタジーだよね。うん、黄金が沈んでるってこと？ちょっと違うと思いますけどね。まあでもそんなこと言ってもさ、まあ確かに石神井城では戦いが行われたけど、日本中どこだって戦いは起こってるよ。うん、なんかあのこれを気にするぐらいじゃ、だったら井の頭公園なんて殺人事件起きてるしなこんな600年前のことを気にするようじゃね、どこにも住めなくなっちゃうって話で。だ豊島、練馬城も戦い起こってるけど、今、ね、その戦いの後で、ね、ハリーのメガネとダイアゴン横丁が輝いてるわけやから。そんな600年前のことを気にしてたら、日本中どこも住めなくなっちゃうよ。ということですね。エゴタハラの戦い。その豊島氏を太田道館が自ら討伐しに行くと。まず、まあ、江戸城から出た道館が自らねこの豊島園の練馬城をね攻撃しに行きます。で、まあ、これいろいろ説があると思うんですが、そのまま読むと、まあ、道館がこう攻撃するじゃん練馬城で、落とせずに引き返そうと、江戸に引き返すところで石神城と練馬城両方から敵が撃って出てきたので、エゴタハラ、今エコダですね、この辺がエコダなんですけど、うん、中野区の北側、このエコダで道館が迎撃して勝利し、そのまま石神井城まで攻め落としたという話なんですが、
まあ、これね、まあ、研究者次第なんですけど、まあ、道館が、まあ、少ない兵を送って陽動して、まあ、要は釣りの伏せみたいなことですね、後の。それで引き返す素振りを見せて、で撃って出てきたと。撃って出てきたところ、まあ、この辺りが湿地だったために、その湿地帯に伏兵を忍ばせて、でそれで敵が混乱したところを全軍で叩いたという、そういう説もあります。正直わかりませんけどね。まあ、同感バイアスかかっちゃってるから、その同感がすごいというメガネかかっちゃってるんで、正直わからないです。そういう戦略が果たして本当にあったのかどうかわからないですが、まあでも一度引き返そうとして撃って出てきたのを迎撃して倒したというのは、まあ一応道館自身が書き残してるんですけど、そういう記録は残っています。で、石神井に関してはね、一旦ね城を取り囲んだら、城の破却を条件に和睦しようという話になってね。でも破却する様子がなかったんで、走行域をかけて落としたと、いう話になってますね。まあこれもね、その一応さ、豊島氏って、まあ、名族で名家で昔ながらの氏族なんで、ね、勝手に滅ぼしちゃってってのどうなのみたいなのがあったから、なんかパフォーマンスでやったという説もあります。パフォーマンスで一回和睦しよっかっつって、城壊すんだったらいいよっつって和睦を持ちかけたところ、あ、壊すつもりないね、あ、じゃあやりますってぶっ倒しに行ったというパフォーマンス説もありますが、まあそうも取れますよねってことですね。エコだとエゴタね、どっちでもいいっぽいけどね。一応その今回のこの戦いはエゴタ原の戦いになってるけど、エコダでも良いと。で、敗れた豊島氏は、逃走しました。逃げましたね。まあ道館がね直接戦ったのは、まあこれがメインですけど、まあ、これを含めて、およそ1ヶ月ぐらいでね、この武蔵南部と相模の攻略が終わると。早い、優秀ですね。でいよいよこっち側の足場が安定したので、ようやく北に向かって主君を助けに行こうじゃないかと。威嚇光のね、長尾影春を討伐しに行こうということですね。影春は威嚇光に入っています。それを討伐しに行く太田道館という形ですね。そして陽土原の戦い、陽土ヶ原とも言いますが、ここでついに太田道館と長尾影春がぶつかると。場所としては威嚇光のやや南東にあたるようですね。この威嚇光のやや南東のこの深谷あたり、この辺でぶつかったと。でこの時、道館はね、まあ、主の火災忠景にね、まあ、話をするわけです。どう攻めるかと。で忠景は、いや威嚇光を攻めるのはなかなか難しいぞと。ね、一応陣ですし、こっちが攻める側、向こう守る側だから、あれを攻め落とすのはなかなか難しいのではというんですね。すると道館は、八方城と威嚇光の間にね、これが威嚇光。そしてその南が八方城。この間に進軍することで、相手は撃って出てくるはずだと。慌ててね。今威嚇光にいるけど、この八方城も大事だから、間に進軍することによって絶対に出てくる。そこを撃ち取ればいいと。相手がね、その、籠城できないようにしてやればいいんだと。で田中がうーんって言ってたら、もう道館はもう無視して勝手に進軍してドドドと勝手に進軍するんですね。そうすると本当に影春が出てきたので、その陽動作戦に引っかかった影春を迎撃して大勝利を収めたと。
まあ、これは太田道家の大勝利と伝わってるんですけど、ただお互いね有力者が戦死するぐらいの激戦だったようですね。ヨード原の戦い、ちょっとこの辺でねトイレ休憩取りましょう。トイレ休憩です。お待たせしました。石神井城跡、私も行ったことはないんですけど、いろいろネットでね見たところ、その公園にちゃんとね城跡の看板とか残ってるし、公園としてもすごくいい公園なんで行ってみたいですね。あの石神井川、すごい綺麗な川で、めちゃめちゃ水が綺麗なんでね、綺麗かどうかわかんないけど、ネットで見た情報だから行ってみてください。私もいずれね行ってみたいんですけどね。さだまさはねやっぱ一番上がね秋さだなんで、で今この山之内上杉家のお家問題であってね、やっぱ秋さだに直接道館が意見を出したり、でその火災の戦いに出したり、親父通して秋田に行ったりとかしてるんで、サラマスはねこの辺はちょっと静かですね。まあ今のところ長尾景春に反乱を起こされて光月に逃げたぐらいしかやってないからな、サラマスは。サラマスはこの後、まずそうでもないか、そうでもないね、サラマスはね。この後大変だから、サダマサは大変になっちゃうから、自らで長尾景春が敗れ、太田道館が勝ち、景春はさすがにね、もう決定的に敗れちゃったんで、このタイミングでなんと重氏に支援を要請するんですね。これまでは内輪も目立ったわけですよ、あくまでも内輪もめだったんですけど、敵の敵は味方ということで、この上杉家が戦ってたのが重氏でしたね。なので、その敵の敵である重氏の方に助けてくださいと言っちゃうわけですね。もともと景春も山之内家としてね戦っていた相手ではあるんでしょうけど、
扇がやつはね、道館がネームバリューすごすぎるからね。まあ秋定にね、山の内上杉秋定に対抗するために敵の敵の久保側に属すことになります。でこれを受けた重氏はね、久しぶりに出ましたね、重氏大軍を率いて出陣します。まあ、それによって上杉勢さらに後退して、せっかく影春には勝ったんですが、北光月まですごい逃げますね。白城という城があります。見えづらいかな、群馬のねちょうどど真ん中ぐらい、白城まで後退しますね。ここは後のね上杉謙信で有名な越後上杉家の城でもあって、でこの増形門の石垣は太田道館の城で作ったという伝説もあるというね、白城で。ここまで追い込まれてだいぶ下がったよね。でさらに冬にもう一回重氏が出陣してきて、この群馬の北側北光月であわや決戦かとなったんですが、大雪が降りまして、中止になったと。これでちょっとお互いテンションが下がってですね、雪かよもうやめねっつって、やめようぜっつってね、山の内上杉秋定重氏と和睦をします。どんな条件で和睦したかというと、重氏ずっと言ってるんだけど、幕府と和睦がしたい。で応仁の乱の時にね、一回取り継ぐよって言ってきたじゃない、山名宗全が。あれも全然橋にも棒にも引っかかんなかったから、まだずっと和睦したいな和睦したいなって言ってたんですよ。そしたらじゃあその幕府との和睦を仲介するから和睦してくれっつって和睦しました。まあ、これを受けて重氏は撤退しますね。もう本当に幕府と和睦したかったんだろうね。和睦取り継いでくれるんならいいかということで、重氏は帰っていきます。でもね、逆にこの秋定が納得してなくて、影春の件片付いてねえけどなと。いや重氏とは和睦できて、とりあえず俺たちね戻れるけど、重氏の元に走った影春、あいつまだ倒せてねえけどどうしようかなと。で太田道館がね、影春は我々の領地で討ち取ればいいじゃないですかと、とりあえず重氏と和睦しましょうよということでね、まずここは和睦が成立します。でこうやってね、今こっちで北側ですごいわちゃわちゃしてるじゃないですか、この群馬のね北光月でわちゃわちゃしてる間に、さっきのあの豊島市が復活して平塚城というところに入ります。平塚城ここですね。ここはもうほぼ城跡は残ってないんですけど、今神社になってるところ、平塚城、栄町とか王子とかの近くかな。平塚城、豊島市、逃げた豊島市がね戻ってくる。これもまたやはり江戸と川越をね、江戸と川越を分断するルートに入ってるというわけで、これを倒さなきゃいけない。なんでまず、まあ扇ヶ谷上杉、主の貞政と親父の同心を川越城に入れて、道館は平塚城の攻略に向かいます。これね、でも抵抗もせずに逃げちゃいますね、豊島市。もうだいぶ弱ってたんでしょうね。で豊島市は平塚城から逃げ出して、さらに南のね小机城、これは影春型のねところなんですが、この小机城まで逃げます。だいぶ逃げたね。これね、影春型の長尾影春の勢力の小机城に逃げる。これ新横浜近くのね、城跡になります、小机城。これなんかね、よさげ城跡なのよ。ちょっと行ってみたいなって思いましたね。
皆さんもなんか見てみて、公園としてね整備されてるんですけど、良さげ城跡でしたね。なんか整備されてる感があるよね。小机城の話もあったりとかね。良さげ城跡じゃないこれね。ちょっと行ってみたいよね、小机城跡。横浜 F マリノス、マリノスケいるやん。横浜 F マリノス、マリノスケがいる。でこれは小机城の慰霊碑と、っていうのがあるみたいなんで、いやお近くの方は新横浜近くなんでね、まあここまで逃げたと。なのでさらにこれを追って、道館がこれを追って小机城に攻撃を仕掛けます。でこれには影春も出陣してきたんですけど、影春はだから今ね重氏方にいるから北側からね援護しようとしてきたんですが、まあ他の上杉勢に阻まれて支援できず、これで小机城が落とされて豊島氏は滅亡したということになります。で豊島氏が滅亡したことによって、まあこの石神井とか練馬とかね、この平塚城とか、このもともと豊島氏が治めていたエリア、これを道館がね自らの領地として治めるようになると。まあ、本来はこれってその扇ヶ谷津上杉氏の豊島氏部下、豊島氏の領地だったんで、言うなれば主君である扇ヶ谷津上杉氏の領地なんだけど、それをもう自分で取ったから自分で治め出すということですね。でさらに道館は、まあ、影春が重氏側についてから寝返った影春派を、まあ、どんどん次々攻略していくと。で結構いろいろ攻略していて、小田原城まで攻略してますね。あの有名な後のね北条氏で有名になる小田原城、あれもね攻略してるんですね。小田原これか。まあこれはね後の北条氏、後北条氏でより有名になりますが、この時は大森氏というのが入ってます。その大森氏は、重氏側だったんですね、嫡流が。でその重氏派だった大森氏の嫡流を滅ぼして、上杉派だった所流を入れるという、そういうことしてますね。後にその北条早雲と戦う大森氏は、その所流太田道館が助けてあげた所流の方ということになりますね。でまたね、この辺の勢力を取り戻してきたところになりますけども、で重氏はもう早く本当は僕したいからもう早く影春倒せよっつって影春をはよ倒してくれ、道館にね、重氏が道館に、影春攻撃してくれよと。なんなら重氏古賀城に帰りてんだけど、途中影春邪魔だからもう潰してくれっつって、で太田道館が影春の陣を攻撃して、影春は敗れて逃走し、拠点にしていた八方城も落城して、もう事実上ここで影春の乱はほぼ終わってると言ってもいいぐらいに負けます。でこの時太田道館ね、影春が、まあ、敗れて、まあ、チリジリに逃げるじゃないですか。隣の山梨ね、甲斐の国山梨、この辺まで逃げたやつを甲斐の国まで追いかけて殲滅してるっていうね、すごいよ。なかなかこの甲斐の国、ちなみにね上杉家の領内じゃないんで全然関係ない土地なんですけど、そこまでドドドドと追いかけて殲滅したという話もありますんで、めちゃめちゃ駆け回ってますね太田道館は。まあ、これにより長尾影春は、まあ、大敗を喫したと。
で空いた八幡城ね、今まで影春がいた八幡城に山の内上杉秋定が入ります。これは道館の案で、いや大将の居場所はねちゃんと防備が整ってるところがいいでしょうと、いうことでね、今後山の内秋定は八幡城を拠点にする。でなんならその位置的にもね地理的にも便利じゃないですかということで、まあ、なんか忠景はまたそれに反対したらしいけど、これ道館の案が通ったみたいですね。でさらに道館ね、長尾景春が、まあ、鎮圧できたということで、景春派だった下総千葉氏を攻略しようということで、千葉の方に今度はもう攻めに出ます。今までこっち側でね割と戦ってましたが、千葉氏とお前らお前ら横からちょいちょいやってくれてたなと、こいつら倒しましょうやと。で弟やっぱ重氏がさ、一回古賀落とされた時にこっちに来たぐらい千葉氏は重氏方だったんだけど、なんと重氏がいいよって重氏あん時あんなお世話になったのに、古賀が落とされた時にかくまってくれて、そのおかげで古賀を取り戻したあの千葉氏を討伐したいんですって道館が言ったら、いいよって、いいんですか、じゃあやりますねということで、道館が千葉の方に攻め込みます。まあ重氏としてはね、かなり味方してくれた千葉氏だったんですけども、見限ってなんとか幕府と和睦したい、和睦がしたい、幕府と和睦がしたいから助けてくれた千葉氏、いいよあげるよしょうがない、だって和睦したいんだもん。でもあれでしょ、和睦には協力してくれるんだよねってなるんですけど、まあ実はこの千葉氏も2つに分かれていて、もともとのね嫡流の本家の千葉氏はこの京都蔵の初期、この関東の戦国時代が始まった初期に、あの本家千葉氏がまず追いやられて武蔵に逃げてきてたんですよ、道館の方に。でこれを道館が庇護してたんですね。でこれを復活させてあげようと、こいつ分家だから本家が正しいやろっつって分家倒しに行こうってなったんですね。で、境に払う戦いと、太田道館と下総千葉氏が戦う。これはまあ打って出てきた千葉氏を、道館が倒して大勝利したと。ここもねなんか面白そうだったんですけど、あれどこだっけ、これか、境に原古戦場、これね重くそ団地なんですよ。なんかさっき引っ越したくないとかいう話あったじゃないですか重くそ団地の中でこれね、あの普通に団地が、光が丘団地っていう団地が建ってて、その団地の中にある公園あるじゃん、団地の中にある公園の端っこに首塚と胴塚があって、ここに道館がね両軍の使者を弔ったという首塚胴塚があるって話ですよ。これね Google マップでもちょっとねあんまり入れない位置なんで見に行かないとわからないんですけどね、シルエット団地でしょ、これ団地ですから完全に光が丘団地。明治時代頃まではここにゴロゴロ墓とか塚がいっぱい転がってたんだって、それが整理して今綺麗になったんだそうだけど、さっきうわそういうのあるんだったら引っ越すのやめようかなって言ってた人、意味ない意味ないどこでも人は死んどるどこでも人は死んどるよ。まあちゃんと道館が葬ってくれてますから大丈夫ですよ、幽霊とか出ないから。で敗れた千葉氏は、白い城に逃走しますね。うん、あ違う、薄い城だ、薄い城、白い城はさっきの
群馬の方ね、こっちは薄いじゃん。すいませんでした、とんでもないです。まあ気にする人は気にしたらいいだけだから、私は気にしないよって話だからね。でそのまま後を追って太太郎館薄井城を攻撃します。千葉氏が逃げた後の薄井城、この城は割と有名なお城だそうで、ね、どうかもなかなか落とせずに、ね、超人に、長期間囲むことになりました。これね、これインバヌマなんですけど、ここ有名なねインバヌマがあって、あ、墓地の隣でも全然平気、インバヌマがあって、しかも当時は断崖絶壁に囲まれてて、道館の時代にはインバヌマがもうこの足元まで来ていて、さらに断崖絶壁という超要害の城だったと。うん。後に上杉謙信が、ね、関東管領となってこの関東に入ってきた時に、その上杉謙信の攻撃にも耐えて謙信を大敗させたという、そういう伝説もありますね、薄井城。で道館もこれを、まあ、簡単に落とせずですね、とりあえず弟の助忠に薄井城の攻略を任せて、まあ、自分は一度帰国したわけですね。7ヶ月ぐらい、ね、籠城していたみたいですけども、でもう助忠も落とすそういないなということで、じゃあ助忠帰ってこいと助忠に帰国を命じたところ、城兵が撃って出てきたと。で弟助忠はそれに反撃して、わーっとそのまま城まで攻略して落としたんですが、助忠自身は討ち死にしてしまったというね。それ太田道館の弟太田図書っていうのが弟助忠のことなんですが、お墓もねここに残っています、太田図書の墓。弟討ち死にしながらも城を落としたということですね。ではそんなこんなしてる時にね、重氏が道館に使者を送ってきて、和睦まだですかね、ね、千葉市攻めていいよ、なんなら協力したよね俺、重氏の兵も道館が借りたりしてたから、で千葉市を攻めてるから、千葉市攻めていいって言ったし俺協力したけど、次俺のあの和睦やってくれるよねって道館に言ってきたわけですね。そしたら道館はもうさすがに協力せざるを得ないと。確かに千葉市の攻略にすごいね協力してくれて助かったから、じゃあさすがに和睦をね仲介してあげてくださいよって上杉明貞とか忠景に言うんですけど、スルーされます。でこれでね道館の面目が潰されるという、いや和睦仲介してくれるって言いましたよね、無視。で重氏が道館まだねえ道館ね和睦してくれるんだよね、すいません、あの上司が無視してまして、いや俺前助けられた千葉氏攻めてるんやけど、俺何だったの、スルーですね。山の内上杉的には重氏、古学坊重氏と幕府がね和睦をしてしまうのは、ま、喜ばしくないと。戦ってる相手だからね。その公方の権威は完全に落ちきってるということですね。まあそれでいくと、もともと上杉家とね公方家はめちゃめちゃ戦ってきてはいるんだけどね、犬猿の中ですからね。ここがね今将軍の後ろ盾があって、上杉家は古賀久保と戦えてるから、ある意味大義名分は将軍なわけよ、上杉家からしたら。これさ主君じゃん古賀久保、上杉家から見たら主君なわけよ。でも主君の主君がいいよって言ってるから許されてるけど、
ここが繋がっちゃったらさ、俺たち主君に歯向かってるやべえやつってなっちゃうじゃんってなっちゃうからね。でここが繋がるのはできないっていうことなんだよな。そんな中、諦めが悪い男、長尾景春、もう一度放棄して秩父に入ります。ね、埼玉の西の方、山あいのところね。で景春は秩父から出ていくんですけど、まあ、上杉に敗れて後退すると、まあ、かつてほどの勢いはやはり失われてますね、景春。で重氏、全然和睦してくんないじゃん上杉、なんなん。でそこに景春が、僕やりましょうか、景春やってくれんの、景春でも景春できるかなって。いや僕できますよ、一応これでもね、山の内上杉家の、ね、歴代家裁の家だったんで、もともとはできますよっつって、じゃあお願いしていいっつって、今度はまた重藤が長尾景春の指示に動くっていう。重藤中ブラリンで動きすぎだろって話だけど、和睦してくれそうなやつにすぐついていく尻軽みたいになってるけど、和睦してくれんの、じゃあ協力する、ダメなんかい、なんなんだよ、僕できます、え君してくれんの、そっち行くわ、いやちょやっぱダメでした、なんなんだよ、やっぱ僕できます、できるの、じゃあそっち行くわっていう重藤、幕府との和睦がもうとにかくしたいという必死必死です。重藤さん、影春でいいかと、まあ上杉はもう全然やってくんねえじゃんと、こんな何年も言ってんのに全然やってくんねえからそっち行くわと。気持ちはわかるよね、こんだけ協力したのに、ね、道館にね影春倒していいよとか千葉氏倒していいよとか言って協力してあげてるのに、その上司上杉が何もせんと、んじゃあいつってなってるよね、やっぱあいつダメだわってなってる。で景春はどうしたかっていうと、まあ、あの自分じゃどうにもできなくて、あの堀越公方の火災に依頼してるんですよ。でこれまた意味わかんないから、これ言うかどうか迷ったけど、ちょっと言うわ、意味わかんないから。このあの堀越公方が要は取り継いでくれたわけよ、景春が堀越公方に頼んで、堀越公方が古賀公方と幕将軍の和睦を取り出してるんだけど、なんでなんでって、お前は幕府将軍の代理で古賀公方を討ちに来たやつだろ、古賀公方を討ちに来たやつがなぜ和睦の仲介をしてるんだと、意味がわからないけど実際仲介しちゃってるから、正直なぜかはよくわかりませんっていうことですけどねあれおかしいね、うん、並び立っちゃいけない公方、ここ絶対敵対してなきゃいけないはずの公方がなぜ取りなすっていうねだからもうこの頃にはこの堀越公方もこの伊豆の一大名と化していたんじゃないかなっていうことですよね。もう鎌倉公方として来たけど、もう伊豆に住み着いちゃって、もう僕ここでいいですみたいな僕ここでここの大名になりますみたいな感じだよな。もうだいぶ時間経っちゃってるから、でこれで重氏がまたね長尾景春を支持しちゃうわけですよ、援軍とか出しちゃうわけですよね。で道館は、まずは武蔵のね国の安定をやりましょうよと、前やったようにね、道館が、足元から固めたようにまた足元から固めましょうよって言うんだけど、牧沙羅はいいから早く景春を討てと、景春を討伐せいということで、まあ、道館は秩父に出陣するわけです。景春が兵を挙げた秩父にね、でも見事ね秩父を攻略して、ね、日野要害、日野城っていうのがあるんですけど、まあこの辺ですわな秩父。
そちらを攻略してまた長尾影春は逃亡すると。諦めが悪いからすぐ逃げるんですね。いや、でそんなこんなしてたら、まあ、ようやくというかついに幕府と重氏の都比和睦が成立するんですね。これね、まあ前年のこれ、ね、成立したのは1482年なんですけど、前年のね1481年の時点で和睦交渉がようやく始まって、これね、さっきのね堀越公方からの書状が届いたのかと思いきや、別にそうではなくて越後上杉氏からのね、越後上杉氏経由で書状が幕府に届いて、じゃあしょうがねえかと、幕府もようやく動き出したと。もうこっちの状況もめちゃめちゃ膠着してるし、もうなんか古賀公方は古賀に落ち着いてるし、堀越公方は堀越に落ち着いてるし、もうええかみたいなね感じですよ。でもこの頃ね、長尾景春は神津に逃げていて、そこでね勝手に新しい山の内上杉氏の当主を勝手に擁立するんですけど、もう箸にも棒にもかからず目立った活動なし、でも諦めない男長尾景春、もう誰も頼る相手いないから、もう勝手に山の内上杉の新しい当主立てたろみたいなことを勝手にやってましたけど、特に引っかからずでしたね。で無事翌年にね都比和睦が成立しまして、条件は重氏が堀越公方足利政友を認め伊豆一国を割譲するというのが条件。うん、もう全然いいでしょ、実質今そうなんだから。このね、鎌倉公方の領地だった伊豆、ここを堀越公方にあげる、それが条件。全然いいでしょ、もう実質そうなんだから今っていうねことを条件に和睦が成立しました。いやー、まあ安いもんですけど、堀越公方ずーっと宙ぶらりんだったなっていうね、だいぶ長いこと宙ぶらりんだったなってねことでしたよ。そしてこのタイミングで出る太田道灌状と通称呼ばれる手紙があって、これは太田道灌が書いた書状と言われています。めちゃめちゃ長くて、残存部分だけで39箇条にも及ぶクソ長文。堀越公方マジで何しに来たんだ、宙ぶらりんになりに来ました、伊豆もらいに来ました、どうもです、伊豆過ごしやすいですねって政友が言うてました。この太田道灌状はどういう書状かというと、この秋貞のね側近に宛てた手紙なんですけど、めちゃめちゃ秋貞批判をしている、書状なんですね。自分の主君の主君である秋貞を批判する39箇条に及ぶ長文、しかも残存部分だけで39箇条なんで、本当は残ってない部分も含めるともっと長いだろうと言われているね書状があります。でこれでどういう内容で秋貞を批判したかっていうと、そう、批判の長文メールなんですけど、影春の乱ね鎮圧しましたけど、その時太田道灌はいろんな知略を巡らして影春の部下を寝返らせたりしてるわけですよ。で討伐した影春派を仲間に引き入れたりとかしてるわけじゃないですか。そうやって新しく仲間に引き入れた影春派の武士の所領安堵を全然やってくれてないと、秋貞が。とか最後のね締めの言葉の方は、秋貞が上杉家の家中を全く統制できてないから、いまだにね本家の神津家も平定できてないし、いまだ影春が暗躍してるからね、これじゃ関東を治めることはできやせんよと、痛烈な批判ね。それ以外は長尾影春の乱で、俺こうやってこうやってこう言ったのに全然聞いてくれなかったよねっていうやつ、俺影春謀反を起こすからこうしなさいって言ったのにしなかったよねっていうののもう批判ですよ。
めちゃめちゃ批判してると。そんな書状が残ってるおかげで我々はこの太田道灌の流れを知ることができるわけですけどね。そしてそんな中、ついに教徳の乱が終結します。1454年から始まってますから、まあ29年、30年近くですね。30年近く続いた教徳の乱終結、足利重氏が始めたことでしたね。最初は古学坊重氏が始めて上杉家と争ったんですが、29年かかって重氏は鎌倉公方として認められて古賀に落ち着いた。29年かかって古賀に引っ越しただけということになりまして堀越公方が一大名になったというのは29年かかってね、できたことですね。もう世代が交代しすぎて、俺たち今何してるんだろうになったの、みんな。29年って、まあ重氏は当事者だけど、重氏自身も29年経って俺今何してるんだろうって。鎌倉から出て古賀でずーっと戦って、で最後和睦して「ああよかった」って、俺古賀に引っ越しただけじゃんっていうね。30年かけて、で何か伊豆はなんか謎の堀越公方みたいなやつできちゃったし、何やったんこれってなったっていうね。そういうことですよね29年。いやー、でも戦争ってそういうもんやから、これ何やったんってなるっていうね、最後ね。まあ、一応これで教徳の乱は終結を見るわけですが、もう世間は応仁の乱でね、もう戦乱真っ只中ですよ。で関東は落ち着いたかと思わせて、道灌はねまだ千葉市との戦いが続いていたので、道灌は引き続きね、千葉の方へ進軍していくわけですよ。で道灌は死の直前まで千葉市と戦っていたっていうことなんですね。あら、死の直前なんて言っちゃいましたけど、死ぬんですね太田道灌が。ここでなんと大毛ヶ谷上杉貞政、道灌の直属の上司ですね、主君貞政が道灌を暗殺します。まあ、去年55歳と言われてますが、これ相模のね、勝谷館、先ほど出ました大毛ヶ谷上杉家の本拠のね、神奈川県の、大学の横にある勝谷館、ここに呼び出された道灌が風呂から出てきたところを曽我兵庫之助というね、人物に切りつけられて東方滅亡と言い残して死んだと、そういう伝説が残っています。今まで地味だったのになぜ道灌を殺したのかですよね。もちろん理由は様々です。理由は様々考えられますが、まずその東方滅亡っていうね、風呂の暗殺鉄板だよね、あの源の義朝とかね、東方滅亡と言って死んだっていう伝説なんですけど、この東方滅亡って言って死んだっていう伝説は、もう死後4,50年後にはいろんな全国で語られてたっていう話なんですよ。もうすでに伝説になってたっていうね、当時4,50年ぐらいで。東方滅亡、ね、我々の味方ですね、東方が滅亡するっていうのは、まあ、どういう意味なのかっていうと、やっぱあくまで道灌は扇ヶ谷上杉家の家臣なので、まあ、扇ヶ谷上杉家が滅亡するんじゃないかっていうね、取り方が結構一般的ですね。まあ、もしくはシンプルに大竹が滅亡するって取る人もいますが、まあ、意味合いとして面白いのはやはり扇ヶ谷上杉家の滅亡を予言したということになりますよね。この60年ぐらい後に扇ヶ谷上杉家は滅亡しますけど、北条氏との戦いでね、まあ、ある意味道灌が、太田道灌が自分が死んだら扇ヶ谷上杉家はおしめだっていう
ちょっとその傲慢さが現れてるっていう見方もできます。まあとはいえ東方滅亡と言いながら死んだらしいということですね。でその理由は様々なんですが、まずこの扇ヶ谷通別儀家内部での対立、まあ、太田道灌がまあ火災とはいえその政治を独占していたと、他の家臣からの不満があったんじゃないかって話ですね。っていうのはまあ、あの豊島氏の話でも言いましたが、豊島氏が滅亡した石神井城とかね、あの辺を自分の領地として吸収したと。つまりこの長尾景春の乱に乗じて火事場泥棒的に自分の勢力を伸ばしたという見方もできるというわけなんですね。確かにあの豊島氏の所領というのはもともと扇ヶ谷上杉家が管轄する土地で、その城主が豊島氏だったと。でそれをまあ自分の領地として、ね、奪って支配してるじゃないかということですね。まあ、その証拠としてさっきあの太田道灌を殺害した曽我兵庫之助、曽我氏ですよね。これはあの当時の貞政の側近だったんですけど、その曽我氏が新たな江戸城主、川越城主になってる、まあ、それ道灌の後釜を引き継ぐ形になってるので、まあ、道灌を切り捨てた後曽我氏がその、ね、後釜をさらっていったみたいなね、その扇ヶ谷上杉家の中での対立があったんじゃないかと。あとシンプルに嫌われてたんじゃないかっていうこのね、山之内上杉明貞と長尾忠景にもうめちゃめちゃ言ってたじゃない。まあ、道灌もこの二人を嫌っていたけど、この二人も道灌を嫌っていたわけですよ。それ心理的な嫌悪感がこの周りにあったんじゃないのかっていうシンプル嫌われ説。まあ、これね、あの本能寺の変の明智光秀がなんで謀反を起こしたかみたいな、そういう感じになってくるから、その分からないよ。光秀もシンプルにイラッとした説とかあるじゃん。シンプルに信長にいじめられたのをイラッとした説とかね、正直分かりません。まあいろいろ複雑な要素があったんだと思います。本能寺の変もそうだしね、一つの理由に絞る必要はないわけで、いろんな総合的要素で光秀が裏切ったみたいな部分あるじゃない。だからこの道灌の暗殺も理由が一つなんてことはないわけですから、いろんな理由が複合的にあったと見る方がむしろ自然だと思いますからね。まあ、つまり扇ヶ谷上杉家の中で対立があったり嫌われたりしていて、プラス山之内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏がもうこの時点で割ともう溝が深まっていたと。実はこの後すぐ山之内上杉家と扇ヶ谷上杉家が戦うんですよ。全面戦争になります。この後すぐ。で、古学坊の重氏がさ、ようやく幕府と和睦できたわーっつってね、この古学坊対上杉家の戦いが終わったと思いきや、今度は上杉家対上杉家が起きるんですね。すぐ。すぐ全面戦争になったってことは、もうこの時点で溝が深まってたんですね。まあ、というのも、まあこの山の内もう道灌がすげえ口出ししてたじゃん、うん、山の内上杉家に。でこの上杉家の領地のね、権益とかさ、紛争っていうのは葛西と葛西が相談したりして決めてたわけですよ。要は忠景と道灌がね、解決をしていたんですけど、でも道灌がもうすげえ山の内家の口出しというか取りなしをしていて、もうお前口出しすんなみたいなこいつ調子乗ってんなみたいな部分があったのかもと。それこの山之内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏の対立のその一番先頭にいたのが太田道灌だったんじゃないかっていうね。まあ、その証拠として道灌はね、先ほどの太田道灌城でこの秋皿と忠景をめちゃめちゃ批判してますからねあいつら俺がずっと言ってたのに何にも分かんねえで俺の言った通りになったじゃんかつで全部俺がケツ拭いてなっつって
でケツ拭いた後のその所領の分配とかもあいつは全然しねえから、また俺がケツ拭いて、で重氏とのやつも俺も顔ね怪我されて、あいつら和睦もしやしねえしつって、めちゃめちゃ不満垂らしてるっていうね。まあ、あとは、このね、道館暗殺の理由の一つとしてはね、この主君と葛西の対立、これ後の下克上の兆し、暗殺したのは定政、そう、それその道館がこの急先鋒すぎて、うん、オラオラっつって山内上杉へのオラオラがすごくて、うわ、お前やめとけいバシーってことで、やめたれいっつって急今尖りすぎた。一応主あの主君筋なわけよ、山内上杉家は、まあ、同じ上杉家の中では上の上杉家に対して言いすぎやろっていうね。パワーバランスから消したという説かな。だから、だからまあ扇ヶ谷つ上杉家中の対立、山の内上杉家も含んだ上でのパワーバランスで、もう一つがこの当主と葛西の対立、これ3つ目の理由ですね。後の下克上の兆しということで、まあこの当主と葛西でまあ両党ですよね、2つ頭がある状態で政治を行うことの限界、これは後の戦国時代になると当主による一元的な支配がどんどんできていく。大体戦国時代ってさ、戦国武将武田信玄織田信長とかね、上杉謙信とか一番上の偉い当主が引っ張っていく、ワントップになっていくわけですよ。まあ、でもこれまではそれは割と普通じゃなくて、こうね、葛西がいてみたいなのが普通だったと。ただこのツートップ制度がもう限界を迎えたってことですね。なので当主が葛西を切り捨てたという見方もできるってことですね、あくまでも。まあ、それでいくと戦争が恒常化したっていうのがあって、それによってあの太田道館もよくやっていたんですけど、先例を無視した戦争負担を両国に敷いていたと。今までは戦争がさ日常三時っていうことはなかったわけですよ。ところが急にさ毎日のように戦争をしだすから、もっと金を出せとかね、もっと農作物を納めろみたいなことの戦争負担が急激に増えたんですね。でそれによって、まあ、自社とか農村とかの味方勢力との圧力も生まれてきたと。ある種太田道館がそういう、ね、視点が新しかったがゆえの旧勢力との、ね、圧力と言ってもいいかもしれませんね。でこの戦争が恒常化したことによって武力とか実力行使でこのエリアは俺が治めるんだという支配領域が形成されて、後の戦国大名が作られていく。でそれが戦国時代は当たり前になっていくと、そういう流れの走りと言えるのではないかなということですね。旧体制では本来はこの室町幕府将軍とか鎌倉公方がなんか領地争いがあったら、将軍や公方が待て待てと、どっちが悪いんだと、あお前が悪いんだな、じゃあお前が領地を返しなさいっていうシステムがあったわけよね。信頼できる将軍とか公方の権力があったわけですが、この権力が弱まったことによって、その待て待て、所領を返しなさいシステムが破綻してしまったわけですね。実力で分取ったもん勝ちになってしまったと。なこいつ分取った俺の領地、お前訴えてやるからなっつって、もう訴えてみろよ、何もできねえからあいつら、幕府に訴えても何もできない、力が弱まってるからね。でこれによって将軍とか公方のね力が弱まったことによって、実力主義社会、下克上の世界、戦国時代に突入すると
そういう話の流れだったんですね。一応これがね、まあ、京都の乱集結、さらに太田道灌の死ということで、京都の乱は一応ここまでになるんですけど、その後の話もねしておきましょう。あ、ちなみに、その観光マップじゃないですけどちなみにね、龍恩寺、先ほどの、太田道灌が生まれた三四庵砦の近くに龍恩寺というねお寺があります。このお寺は、太田道灌とその親父の道心が再興したお寺で、ここに書いてある通り道心と道灌のお墓があったり、太田道灌の像があったりしますね。ぜひお近くの方は行ってみていただいて、このね埼玉の西の方、秩父のちょい手前で、さらに神奈川県の伊勢原市ね、神奈川の伊勢原市の、ここですね、さっきの産業能率大のすぐ近くだな、これ東照院、こっちは道灌の銅塚があります。まあ、太田道灌が首をはねられた後、その胴体が眠っていると言われる東照院、これ太田道灌が建てたっていう話で、太田道灌の菩提寺にもなってるんでね、東照院。でさらにこっち、同じく伊勢原市の大慈寺、すぐ近くなんですが、大慈寺は道灌の首塚がありますんでね、これですね、太田道灌首塚というのがあります。で道灌ツアーできますから、道灌ツアーめちゃめちゃできるよ、いっぱいありますからね、お近くの方はぜひ行ってみてください。でですよ、道灌の息子がいたんですね、嫡子助安ね、父が殺されて道灌ね暗殺を知って一度甲斐に山梨県に逃げるんですが、その後山の内上杉氏を頼って秋貞に保護されます。これね、道灌を殺したのは主君の貞政だよね、これ殺されちゃったから、ここから大木がやつ上杉家から逃げて山の内上杉家に駆け込むと。で、秋貞がそれを保護するんですね。これで山の内家と大木がやつ家の対立が確定するんですね。こっからもう争いが始まっちゃいます。一方その頃、駿河の今川家、静岡県ね、駿河の今川家で再びクーデターが起きると。かつて道灌が支援しに行った当主いましたね、なんと彼が滅ぼされると。前当主の維持、今川宇治近っていうんですけども、今川宇治近を擁する勢力が勝ち、道灌が立てた当主が滅亡してしまうと。そのクーデターの中心にいたのが伊勢の森時、後の伊勢宗雲、後の北条宗雲ということになるんですね。このクーデターはこの道灌が死に、まあ、両上杉氏が対立した隙をついてのクーデターだと。かつてね、太田道灌が援軍に来たことがありましたよね、駿河まで。その道灌が死んで両上杉氏も争ってて身動きが取れないという、その隙をついて今川家内でクーデターが起き、まああえて宗雲と呼ばせてください、北条宗雲がクーデターを起こして力をつけると。
そう、この両上杉氏ね、後に戦うんですが、早雲の子孫によって滅ぼされることになるというわけなんですよ。まあ、くしくもね、くしくもなんですけど、まあその北条早雲ね、後に伊豆に出てきます。でこの堀越久保を滅ぼしたりして、徐々に徐々に侵食していって、まあ、かつての太田道灌が支配していたエリア、この辺りまで行ってね、で川越の野戦、川越野戦で扇ヶ谷上杉氏を倒して滅ぼすという、くしくもですよね、この道灌の後を継ぐような形になるとという流れになっていきます。今後はね、一方、一方でもないけど、その後の長尾景春、諦めの悪い男、その後の長尾景春ね、まだ諦めてない景春は、あのあとね、神津家で自ら山内上杉氏の新当主を擁立するも鳴かず飛ばずで、それはもう諦めて古学坊重氏の直臣になります。重氏を頼ってね、もう重氏の家臣になっちゃう。でこのあと山内上杉対大御谷上杉が起きた時に、久保重氏は扇ヶ谷さんにつくんですよ。なので、長尾景春も扇ヶ谷派として参戦します。そんな長尾景春にも息子がいるんですけど、景春の息子は、ちょっと親父もういいって、戻ろうやっつって、息子だけ山内上杉に戻る。もともとここだからね、忠景の甥っ子、景信の息子やから、元の鞘に戻ろうやっつって、その景春の息子は山内上杉に戻る。でその結果、息子は山内上杉家、景春自身は扇ヶ谷上杉家について親子同士で一応戦ったこともあるっていうね、で息子が勝ったんですけど、なんてこともあると。でそんなこともありつつ、俺山内上杉対扇ヶ谷上杉の戦いの後、そのかつてね、乱を起こしてから30年の時を経てるのかな、1507年ぐらい、自分が乱を起こして30年後に、なんと山内上杉秋貞のもとに帰るんですね。景春はもういいやろっつって。というのも、この山内上杉と扇ヶ谷上杉の戦いが終わって、ほぼ山内上杉家が勝ったなっつって、で扇ヶ谷上杉が降伏するんですよ。したらもう景春がもう戦う相手いなくなっちゃったから、もうしょうがねえっつって帰ったんですね。ところがどっこい、その数年後に再び反乱を起こします。どんだけバイタリティあるんだって。もうその頃60代、景春は60代のもう出家したじいさん、出家した多分つるっぱげのじいさんなんだけど、また山の内上杉に反乱を起こすと。さすがの秋貞もお前2回はないぞと、2回も不義働くのはお前ないぞって言うんですけども、戦闘狂なのよ景春は。もう戦いたくてしょうがない、戦闘に取りつかれた男景春。この時は越後上杉家でクーデターが起きます。越後の上杉家で、越後上杉家の家裁の越後長押し、まあ長押しだね、が下克上を起こして、長尾家が越後の実権を握る。その子孫が皆さんご存知、長尾景虎、そう上杉謙信ですよね。それによってですね、まあ秋貞が越後に出陣するわけですよ。したら秋貞が越後で死んじゃうんですね、まさかの討ち死に。
で影春はその越後の長尾氏の要請に応えて挙兵するんですね。でこれには北条早雲も参戦してます。でこの時の記録はあんま残ってないんで分かんないですけど、多分影春は負けてますね。多分負けてます。でその2年後に北条早雲が取りなして駿府に引っ越します。もうじいさんだから、つってもまあ北条早雲もじいさんなんだけど、もうじいさんなんだからいいでしょうつって、駿河の駿府に行って、まあその後そこで亡くなったのかどうか分かりませんが、亡くなったとされています。64歳か71、2歳かという話です。もう諦めの悪い諦めの悪い、まあ強くはないけど、そのすごい反体制すぎて、その絶望的な状況でも反乱を起こしちゃってないっていうところあるから、そのもうとにかく山の内上杉への怒り、かつての主君山の内上杉にずっと反乱を起こしてんのよ。自分がね火災になれなかったあの頃ね、俺が息子だから火災になれるだろうなって思ってたら、おじさんが火災になった、あれがもう忘れられないんだろうな。多分指定するのは秋定だからさ、主君の秋定が、はい、忠景が火災だっつった時に、俺じゃないんかいのあの怒り、もうそれだけが原動力かもしれない。もうずっと上杉秋定に反抗し続ける、死ぬまで怒りを忘れないという、すごい武人ですよね。長生きなのよ。肝心なとこで捕まらない。他のさ、なんか上杉家の主君とか結構討ち死にしてんのにさ、影春は死なない。諦めが悪いから、毎回ちゃんと逃れて逃れて挙兵して、逃れては挙兵、逃れては挙兵、すごいよ。これは見習うべき部分あるよ、長尾影春は。しぶとい。まあね、そんな癖の強い太田道灌対長尾影春というのが実はメインどころの戦いだったんですね。京徳の乱、京徳の乱の前半もいっぱいあったんだけど、やっぱ面白いのは後半のね、京徳の乱の中の長尾影春の乱っていう、ここがおもろいなっていう感じですよね。もっと細かく見ていけばもっといっぱいあって、関東には今回いろいろ本を読んで知りましたが、関東にはいっぱい小さい城、山城もいっぱいある。なんで皆さんね、こう歴史を知れば皆さんの近くにも観光地ができるというわけですよ。で今回ね、特に街中のね、石神井城とかね、練馬城、あ、練馬城は今ハリーポッターか、まあ、千葉の方のお城とかもね、薄い城とかありますし、気になった方はぜひ調べ、あ、まあ、もちろんあれよ、一番皆さんが、東京の人が行きやすいのは国際フォーラムかな、有楽町の駅の横にある東京国際フォーラムの中に、道灌の銅像プラスなんか江戸城の成り立ちのパネルとかあるんで、で私そこ2回ぐらい行ったことあって、まあ、写真撮ろうかなって思ったんだけど、なんか周り人いたりした時に、まあ一回またいつでも来れるしと思って撮らなかったっていうのがあって、結局今日紹介できなかったんですけど、まあ皆さんもお近くの方はね、ぜひ行ってみてくださいね。影春の方が長生きしてね、最後まで抵抗するから、ある意味主役なのかもしれない。で京徳の乱はこれで終結するんですが、すぐにね、その上杉家と上杉家が戦うやつを長京の乱と言います。でそれが終結する頃にはもう北条氏が侵食してきていて、北からは上杉謙信が来てるという、そういう状況です。でこの両上杉家はもうどうしようもなくなって、自分では北条氏に対抗するために越後の、長尾ですよね、越後の長尾家は越後上杉家の葛西の身分だったんですけども、それをもう
上杉と名乗ってくれと頼み込んで、長尾景虎に、養子になってもらってね、山内上杉の養子になってもらって関東管領を謙信に継がせると、そういう流れです。それはまたね、100年後ぐらいのお話ですけどもね。もうこの後100年後じゃないか、60年後ぐらいかなのお話ということですね。あそコンサートとかやってるとこ、今度オクトラ朗読劇があるとこですねという話でした。いや、なんか質問とかございますでしょうか。いや、なんかね、ちょっと戦国時代の中じゃ割とマイナーなところなんで、あ、そう、もう一個あった。ちょっと待って、長尾、さっき太田道灌の墓を紹介しましたけど、長尾景春の墓もあるんですよ。長尾景春の墓、これがね、ちょっと待てよ、長尾景春の墓、ここのね、法雲寺という秩父のね、この法雲寺、これなんかね、おもろかったのが、この法雲寺という寺に長尾景春の墓があるぞって聞いて見に行った人のブログがあるんですけど、マジ見つからんと。で、地元の方に聞いて、ようやくこれなんかいっていうレベルらしい。もうこの辺の山の中のなんか平場になんかすげえ草をかき分けてようやくたどり着けるなんか謎の平場になんかポツンとなんか崩れかけたなんか塔があって、それが長尾景春の墓だと。もう縦札とかもう石に刻まれた文字とかもなんもない、もう本当に地元の人しかわからないような、もうこのあと何年か経ったらみんな忘れ去るんじゃないかみたいな、そこに長尾景春の墓があるという。いやー、なんか長尾景春らしい感じがするよね。全く管理されていない、この辺にあるらしいです。そのブログ見たときに、山中の絶対に自分ではわからないような場所にあるんで、行きたい方は地元の方に聞いてくださいっていう。そういうことらしいです。一応ちゃんとしたやつでいくと、これがちゃんとしてないわけじゃないけど、ちゃんとしたやつでいくと、こっちかな？これですね。クエイジ、クエイゼンジっていうね。ここにですね、白い城というのがありましたね、先ほど。こう長尾白い家という、ので残りまして、今後、景春の地は。その白い城の近くに、クエイジ、クエイゼンジというのがあります。でここにその歴代の、その白い長尾家の墓がある。ここにありますと。歴代長尾家の墓の中にねありますというのもあります。白い城24時間営業、 Google マップの情報。私もね、墓行くときはね、大体ボーボーですよ。本当に有名人は管理されてるけど、ちょっとマイナーのとこはすごいよね。クモの巣ベーンってなったりするよね。ということでした。以上で景春の話終わりかな。何か質問等あればという形ですけど、まあなんかダーッとね、そんなぐちゃぐちゃだったんだぐらいの感じで、あとは太田道灌ね、なるほどね、そんな感じだったんだねって。江戸城を作った人ってみんなはね認識だろうけど、めちゃめちゃすごい迅速に動いて、めちゃめちゃ戦って勝った優秀な武将だったけど、でもなんか、いや俺言ったよねとか言っちゃう人だったんだっていう。
俺それ言ってたけどなーつって主君にも言っちゃうから、その結果消されたかもしれないような人だっていうね。うん、照本の墓も寂しさ、まあでも場所によるよね。うん、いっぱいあるからな、戦国武将の墓とかな。傲慢さは隠しきれないかもな。それがゆえに後のね江戸時代にできたエピソードが、あの障子はまっすぐだからのやつね。いやいや、屏風はあのまっすぐだと倒れますけど、曲がってるって曲がっててようやく役に立つんですけどね、のやつ。ね、山の内家と大八上水家はこれをね繰り返して、うん、最後全面戦争になって廃れていくと、まあ、そこに滑り込んだ北条早雲がね、うん、うまかったというのもありますね。うん、北条早雲と後のね、北条早雲の末裔宇治綱とかがねうまかったというのはありますよな。まあ、結構その道館は先見の明があって、まあ山内上杉大井厚上杉の主君の方はねちょっと旧体制だったからついていけなくなってたみたいな部分はあるけど、とはいえ道館は早すぎたっていう部分があるよな。火事場泥棒みたいになっちゃったっていうね。結論はおごれる者は久しからず、ただおごらざる者もまた久しからずってことですね、結局はね。あー、後の戦国大名たちからの同感票、いやなんかあるんちゃう。でもなんかそういうのって結局その後の戦国大名が公表していたということを後の作家が創作してるパターンが多いから難しいんだよな、本当に言ってたかどうか分かんないっていうね。まああと伝説化されすぎてるからな、どうかはな。まあそんなことでした。次回どうしましょうかね。このまま次の時代行く、北条氏の時代とか。もうぶっちゃけ扇ヶ谷奴と山之内上杉氏が戦ったねえ長教の乱はもういらないと思うんだけどこの一番最初のね教徳の乱を知って、はえー、なるほどねとなったんで、その後関東を席巻した北条氏のね話とかは割とみんな好きなんじゃないのかなって感じがするよね。まあそれかもう全然別のジャンルやるかですけど、今日面白かったこれ今日面白かった今日これ。あんまね微妙だったんだったらちょっと全く別ジャンルに行くのもありだけどな。川越野戦で最後の有終の美を飾ってもらってな。うん、登場人物ね癖強だからな。長尾景春ちょっと好きになるっしょ。私もねこれを学ぶまで長尾景なんか太田道館ちょっと知ってたのよ。長尾景春全然知らんかったからさ、ちょっと好きになるよね長尾景春をね。ね、まあそうこっからね北条早雲が出てきてって話につながっていく入り口でしたからね。やっぱ順番にやっていかなきゃっていうのがあるから、順番にやっていかなきゃって部分で順番としては良かったでしょう。和服的な重内、和服できたから最後。じゃあまあ次回ちょっと考えますけど、まあ調べてみてからになるからね。まあ流れでそのままね北条氏、後北条氏のね、このまま関東の戦国時代の話に行ってもいいのかなという感じがしますね。特に何もなければ終わりますか。まあ質問もないよなこれ、聞かされてそうやったんやで終わるよな
もうなんかこれ人名もさ、マジで太田道館と長尾景春だけ覚えたらもうあといいからな、とりあえず。あとどうせあれでしょ、足利と上杉と長尾なんでしょうでいいからな。あ、そう、後にね、北条早雲があの堀越公方の足利茶々丸を殺して堀越を奪って、でその後小田原をね、あの鹿狩りと称して小田原を奪ってみたいな、あの北条早雲の伝説につながっていく、わけですよ。最終的に近現代まで、まあ、近現代ももう先に全然あの時代とか何も気にせずぐちゃぐちゃにやってます。第一次世界大戦の解説とかやってますんでバラバラです、ぐっちゃぐちゃなんで、あの興味ある方はあの再生リストありますんで概要欄からご覧いただければ、いろんなジャンル、まあ主に歴史ですけど、いろんなジャンルをねかつてやってきてます。一番人気は十字軍と、あれですね、戦争論ですね、クラウゼビッツの戦争論、まあいろいろやってますんでね、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価と、あと感想コメント、あとね、私が間違ってることもあると思いますんで、何かいろいろご意見などのコメントもね、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。